のショタロです、今回はですね、5000円で誰でも完璧にミックスできる講座っていうのをやってみたいなと思って、ちょっと画面を録画しながら撮っています。実はですね、こうミックスをやるなんか動画みたいなのをちょっとやってみたいなって思ってたんですけど、でちょっと先日ATV さんっていうね、こうドラムのメーカーさん、電子ドラムメーカーさんのね、動画に出させていただいた時に、ちょうどミックスの説明をちょっとねやってみたいみたいな、ドラムのミックスの講座みたいな、結局内容としてはこう全部一曲ミックスするみたいな感じになったので、ちょうどいいなと思って、ここでやったノウハウというか体験を生かして、そのままちょっと動画にしてみようかなと思って、それなんかツイッターとかでもね、ちょっとお話ししていた方とかがなんかちょっと需要ありそうな感じがあったので、ぜひやってみたいなと思って撮ってます。僕もともとですね、無料音源、フリーソフトだけでこうなんか撮ってみたみたいなことを動画として上げてた時期があって、でそこでやってたノウハウをね、ちょっとそのまま今回使おうかなって感じなんですけど、説明としてはですね、まず用意するものっていうのをね、ちょっとこれから、説明していきたいなと思うんですけど、僕が用意してほしいもの、まずはですね、オーディオインターフェースですね。これギターとかベースとか、歌を録音するのに使います。別に基本的にオーディオインターフェースであれば何でもいいかなっていう感じではあるんですけど、そうですね、僕はよくソフトがね、バンドルされてるもの、ソフトが付属しているものっていうのがあるので、それ買うとやりやすいんじゃないかなと思ってます。はい。で、あとね、この画面見ていただくとね、わかる人はわかると思うんですけど、僕はキューベース使いなので、キューベース AI とか、キューベース LE っていう、これも無料なんですよ。キューベースだけど無料で、で、機能制限というか、ちょっと使えるトラック数が少なかったりとか、そういう制限があるだけで、その音源として完成させられないわけではないので、この最小単位でね、プラグインを使うだけで、十分ミックスもできるし、そのソフトの制限の中でね、できるんじゃないかなってことで、全然いいんじゃないかなと思ってます。で、このキューベース AI とか LE っていうのは、オーディオインターフェースについてくることがね、あるソフトなので、個人的には、このキューベース AI とか、LE が付属している、オーディオインターフェースを買うと、本当にこれをもう見ながら、ながらでできるんじゃないかなと思います。なぞるだけで完璧にミックスっていうね、感じでやっていきたいと思います。で、もちろん他のですね、ソフトでも全然できることだと思うので、ちょっとね、設定の仕方とか、こう、やり方が微妙に違ったりはすると思うんですけど、全然ね、他のソフトでも代用できると思いますので、それもご安心いただければなと思ってます。で、今回のですね、こう、なぞるだけのね、ミックスをやるにあたりですね、フリーソフトでいくつか用意してほしいものがあるのと、あとちょっと、いくつかね、こういくつかというか、1個だけちょっと課金してほしい、ソフトがありまして、ちょっとそれをね、ご紹介させていただければなと思ってます。まず1つ目がですね、こうインストゥルメントトラックの追加、SSD サンプラーっていうのがありますね。で、これを開くと、SSD5 っていうね、これ厳密には SSD5.5 とかだと思うんですけど、スティーブン・スレート・ドラムスっていうね、メーカー、ドラムの音源ソフトのメーカー。ここがですね、ちょっとこれね、僕有料版買っちゃってるんで、このまま出ちゃってるんですけど、ここ、フリーエディションっていうのがあるんですよね。で、このフリーエディションっていうのは、ただで買えるというか使える、インストールできるもので、で、それがもうフルで使えちゃいます。で、今これ読み込んだんですけどね。はい。音いいっすね。音いいっすね。そう、こんな感じで、普通にフルで使えるにしてはめちゃめちゃいい音質のやつ。もうそのまま音源でね、使えちゃうんじゃないかっていうね、レベルのやつが。1個、丸々と使えます。で、ちょっとなんか音に癖があるんじゃないかって思われる方もいると思うんですけど、これ例えば、スネアちょっと甲高いですよね。キックもちょっとボバついてるのかなっていう印象があると思うんですけど、ここもね、チューニング、チューンってところですね。ここを変えるとね、結構、例えば、チューン結構上げますね。アタック感がすごい出てきます。ね、めちゃめちゃドスドスっていう感じで、ローがボバついた感じじゃなくなるんですね。あとね、逆にめちゃめちゃ低くしてちょっとローファイな音にしたりとかそういうのもできます。ね、これがフリー版でもね、全然できるんですよ。さらに、スネアかな?スネア。ね、ちょっとカンカンカンとしすぎじゃないかっていう場合でもこのチューンってのを結構下げます。ね、結構ローピッチな感じ。うん、
こんくらいだと普通にローピッチで使えるスネアだなっていう感じ。ロックで普通に映える感じですね。で、逆に100くらいにすれば、なんかファンクとかで使えそうなね。ということで、フリー版で一つのキットしか使えないじゃんって思うんだけど、ここのチューンってとこをいじると、かなり音の幅が広いです。あとですね、ちょっと、なんだろう、リバーブかかりすぎじゃない？ね、ちょっとなんか空気感というかリバーブ強すぎじゃないみたいなね、こう感じはあると思うんですけど、これもですね、ミックスのところで、ルームとかね、ルーム A、B ってあるんで、ちょっとここ下げてもらいます。ここ結構下げると、それだけでね、ね、かなりドライな音になって使いやすくなったんじゃないかなと思います。なので、ここら辺が使い方分かってさえいれば、結構いろんな音色が作れるので、めっちゃ便利だなっていうね。で、これタダなんですよ。完全にタダ。最高です。ありがとうございます。まあ次ね、ベースに関してなんですけど、ベースに関してはね、もう意外とね、これ1個だけでいいんだっていうね。これもフリーソフトです。ね、タダで買えます。TSE Audio っていうメーカーの BOD、ベースオーバードライブってやつですね。これはね、何かっていうと、このベースのプリアンプの中では一番もう有名の中の一つですね。こうサンズアンプってやつでね、ベーシストの人は聞いたことあると思うんですけど、それの、まあ、モデリングになりますね。でね、これね、昔はね、そんな音似てなかったんですけど、今こうバージョン 3.0 ってやつになって、かなり、LINE で直で繋いだ音に似てるんですよ。いや、ほぼほぼ一緒じゃないかなって思うくらい。うん。なので僕はですね、もうこのままこれを挿していけばもういい感じにベースの音は取れちゃうのかなと思ってます。まあちょっとロックっぽい音にはなると思うので、ロックじゃない音が好きじゃない人はね、まあまたこっちにアンプリチューブっていうのがあって、アンプリチューブフリーっていうね、ソフトもあるので、そこにね、ちょっと待ってくださいね、これね、僕もこれ有料版買ってるんであるんですけど、こう、ソリッドステートベースプリアンプっていうのがあって、これがあるので、まあこれも普通にベースアンプとしてがっつり使えるやつなので、まあこれを使ったりとか、まああとはこのサンズアンプのね、こう BOD と、まあ普通のベースアンプのアンプリチューブフリーをちょっと組み合わせて使ったりとかしますね。まあただ僕大体はもう、アンプリチューブなくていいかなっていう、もう BOD だけで十分いけちゃうかなって印象です。で、BOD の使い方としては、結構ね、インプットとアウトプットを大きめに設定しておくといいのかな。インプットがあんま強すぎると、もしかしたらちょっと音割れしちゃうかなって感じるんですけど、アウトプットに関してはかなり上げてもいいと思います。それが使いやすくなるコツかなとは思ってますね。はい。で、次にギターなんですけど、ギターもですね、僕アンプリチューブフリーってやつを使ってます。まあ正直こうフリーの、アンプシミュレーターの中ではトップクラスの、まあ、生々しい音というかね、うん、アンプシミュレーター臭くないアンプシミュレーターかなとは思ってます。ね、これもう随分昔からあるんですけどね、フリー版で全然使えます。僕一応何個か課金したんですけど、まあ正直課金しなくてもよかったかなと思うくらいで、フリーのやつがね、精度がいいです。で、クリーンの音がね、こうフェンダーのアンプがなんか2種類くらい、ワン、ツーって入ってて、で、こうブリティッシュチューブリードっていうのが、これはね、まあマーシャルですよね。完全にね。マーシャルの音が使えるようになってます。で、キャビネットシミュレーターも、ちゃんと、なんだろう、マイクの位置とかもですね、変更できるので、まあいろんな音作りができるよっていう感じですね。有料版になるとかね、このマイクを変えられたりとかね、いろんなアンプの種類が増やせたりとかね、まあなんか、ジャズコの音とかね、まあ増やせたりするんですけど、まあ別にそこまでやらなくてもいいかなっていう感じですね。フェンダーのクリーンと、マーシャルの、リードの音で十分使えるので、これでやっていきたいかなと思います。はい。じゃあ、ここでですね、こう、有料のね、プラグインをね、ちょっと使ってほしいっていうお話をちょっと冒頭にしたと思うんですけどね、ちょっとそれがどんなものなのかって話です。僕はですね、こう、アイゾトープっていうね、メーカーのプラグインを普段結構使うんですけど、まあ、その中でのね、まあ、これからね、初めてやる方たちにはですね、こう、エレメンツスイートっていうね、セール時で5000円くらい、5000円台でね、買えるような、プラグインのバンドルっていうね、こう、いろいろ揃ってるよっていうのを買っていただくと、5000円なんだけど、めちゃめちゃ普通にいいミックスできるよっていうね。まあ、少なくともね、こう参考音源とかもいくつか上がってるんで、まあ僕がね、実際にね、昔作った音源とかあるんで、まあそういうのとか聞いていただいて、まあ今回ね、作る音源とかを聞いていただいて、あ、まあそこそこいいんじゃない？普通になんか音源とかで流れてるくらいにはできてるんじゃないかっていうくらいまで行くようなね、ものをですね、まあ作れるっていうね、たった5000円で。なのでめちゃめちゃいいなと思って。で、これを紹介させていただきます。で、
一つ目がね、これボーカル用ですね。ネクター3エレメンツっていうやつですね。まあこれはほんと簡単です。ね、いろいろちょっと選べるところあるんで、まあこれで GO って押して、で音流して、これ聞いてもらったらもう勝手に処理してくれます。はい、最高です。で、もう一つ、これですね、こうギターとかベースとかね、ドラムに、差し込むやつですね。まあだから音源、インストゥルメント楽器用みたいな感じですね。まあ、ニュートロン3エレメンツってやつですね。で、これも、トラックアシスタントって言って、こうさっき見たくね、あんたの音聞かせなさいよで、私がやってあげるわよって、そういう機能もあるんですけど、僕ね、それよりね、このプリセットってやつがめちゃめちゃ豊富で、で、ベースだったらね、エレクトリックベースとか、シンセベースとか、で、ドラムだったらドラムバス、バスなんだこう全体にかけるよとか、それかね、キック、だバスドラムにかけるよとかね、スネアにかけるよとかね、パーカッション、タムとかね、あともギターならアコーギー、エレキーとかね、あとピアノもありますね、アコースティック LP、 あとミックス全体にかけるやつとか、すごい本当にたくさんあっていろいろ選べて、このプリセットの中から選ぶだけでも十分な音が作れるんじゃないかなと思って、僕はもうこれでやっちゃいますね。すごい楽ですね、最高です。はい、でこれ最後、オゾン9エレメンツってやつですね。まあ、これ簡単に言うとマスタリング用ですね。なので、こう、ニュートロンとかネクターとかで、こう、バーって差し込んで、で、作った音、それに対して、全体で、まあ、音圧を上げていこうとかね、MS 処理って言って、まあ、こうなんか、まあ、ワイド感というかね、こう、左右の広がり感を調節するみたいな、そういうことができるやつなんですけど、で、これもね、さっき言った、こう、プリセットがたくさんあるんですけど、ちょっと僕はここに関しては、あえてプリセットは使わずに、このマスターアシスタントっていうので、ね、どんな感じにするんですかって言ってね、はい、CD、ストリーミング、はい、ネクストで、はい、こう、音聞かせて、で、これ、もう処理がしてもらえるみたいな、こういうことができるってわけなんですよ。めちゃめちゃいいっすよね。で、この、だから基本的にはこの3つで、ほぼ完結します。はい。なので、5000円のソフトについてくる、まあ、3つのソフト。まあ、厳密にね、4つ以上ついてくるんですけど、まあ、その基本、主な3つを使えば、ネクター、ニュートロン、オゾンの3つを使えば、もう音を作れちゃいます。ほぼマスタリングができちゃいます。で、あとはですね、これ、アイゾトープから出てるフリーのプラグインなんですけども、こちらがですね、バイナルって言って、まあ、簡単に言うと、レコードですね。レコードの音をシミュレーションするとか。だから、ちょっと、古い感じのね、音にしたいとかね。ちょっとそういうなんか演出をしたい。なんていうのかな、なんかディストーションかけるとかに近い。ちょっと歪ますとか、そういう考えでもいいと思うんですけど。まあ、とにかくこう、レコードに通したよ、みたいな音をね、こう、なんか、こう、B メロからサビ前の展開とかね、こう、イントロの部分でとかって、ちょっとなんだろう。音の雰囲気を変えたいなという時とかに使えるなっていうのがこのバイナルね。ビニールっていうんですかね。バイナルでいいと思うんだけど。ね、そんなのがあると思います。で、次、もう一個、オゾンイメージャー2。これもね、フリーのプラグインです。これもですね、さっき言ったね、マスタリングとかで使うワイド感ってやつですね。音の広がりを調節するっていうやつなんですけど、まあ、これが、箇所箇所であると結構便利だったりとかね、こう、パーツパーツではあったらいいな、みたいな感じで、音の広がりを調節するっていう、それができるってことですね。これもね、めちゃめちゃ重宝します。まあ、なので、ね、今ここにね、こう差し込んでますけど、まあ、実際こういう並びで差し込むことはないんだけど、まあ、この5個がですね、まあ、使えるっていう感じですね。まあこんな感じでですね、ちょっと見えるだけ大集合しちゃったんですけど、このソフトだけを使って、で、左側3つが、有料。で、残り3つが、右側3つが、まあフリーで。で、あとはまあ、ポツポツね、こうアイゾトープからのフリーのプラグインとかがあって、あとはその、キューベスにね、内蔵してるリバーブとかね、そういうのをちょっと使うだけで、まあ十分いい音源が作れるなっていう、この準備段階、ここまでね、用意していただければなとは思います。まあ、ちょっとね、長くはなったんですけど、タイムスタンプとかをね、バリバリ作っておくので、まあ、皆さんがね、こう、いい感じの場所で泊まってみていただければな、とは思ってます。なのでね、この準備をするだけでも結構時間かかると思うので、まあ、動画はね、一旦休止していただいても大丈夫なので、まあ、この映画準備できたら、またこの後ですね、まあ、トラック作成編っていうのがあってですね、まあ、このトラックを作っておくとめっちゃ便利だよっていうね、この、キューベース自体のね、ちょっと設定とか、まあ、キューベースじゃなくてもね、こう、DAW、こう、まあ、DAW をね、使う上での、まあ、効率なね、使い方とか、こう、テンプレート作成みたいな、そういうところをね、ちょっと次回できればなと思ってます。はい。じゃあ、ちょっとね、休憩していただいて大丈夫な、ちょっと僕も休憩します。はい、一旦。はい、それじゃあですね、休憩が終わったところで、次、トラック作成編ってとこね、やっていきたいと思うんですけど、まあ、トラック作成ってのはこう、まあ、簡単に言うとですね、まあ、僕がいつも作業してるですね、こう、自分が作業しやすいような、まあ、トラックの配置、オーディオトラックとか、インストゥルメントトラックとか、エフェクトトラックとか、グラフトラックとか、いろいろあるんですけど、まあ、そこら辺の、うまく配置して自分なりに作業しやすくしてるって話なんですけど、まあ、これはね、もし、やられてる方とかも自分でこういうのをテンプレート組んでるか、よって方がいらっしゃったら、まあ、これでも全然この動画見なくても
まあ、この部分ね見なくても大丈夫かなとは思うんですけども、まあもしよければねこう少しでも参考になるかもしれないのでちょっと見ていただけたらなと思ってます。はい、じゃあまずはですね、オーディオトラックってここ作っていきたいですね。まあ右クリックオーディオトラックを追加ってんでね、ここはまずはねどうしようかな、3つくらいでいいかな、3つ、はい、じゃあ3つにします。じゃあはい、じゃあここでですね、まあまずまあ、パッチョッと名前入れちゃいましょう。ベースギターで、ボーカルと、はい、じゃあこれ入れてきましたね。で次にですね、ベースのところはちょっとプラグインをね先に入れちゃいます。先ほどね紹介した TSE オーディオ BODですね、ベースオーバードライブ、まあ僕はこれだけでとりあえずベースは今回行こうかなと思ってますので、これでいっちゃいます。はい、で、次ギターですね。ギター、僕はギターに関しては、アンプリチューブ、まあ、これアンプリチューブ4って書いてるんですけど、まあ僕はちょっと有料版使っちゃってるんでどうしても強制的にこれが入っちゃうんですけど、まあアンプリチューブフリーってやつをね、まあ、基本的には使ってますということで、でどうしようかな、まあ、基本僕マーシャルで、ね、この無料で、無料フリーでついてくるマーシャル、これをね入れてます。はい、 OK。 でもボーカルは大丈夫かな。はい、じゃあこれで、次はですね、インストゥルメントトラックを追加ってとこを押します。はい、ちょっとここでインストゥルメントトラック SSD サンプラー5ってとこをね、追加します。まあこれがあの、SSD、スティーブンスレッドドラムス、まあ、5.5 の、まあ、フリー版ってなるわけですね。ここにねデラックス2フリーエディション、まあこれはフリー版をインストールした方はこのフリーエディションってやつしか選べなくなってると思うのでね、まあこれでやっていこうかなと思います。はい、これで、まあ全部ねできたわけなんですけども、じゃあここで、1回ですねこう色付けっていうね、こうねここの名前のところトラックカラー選択ってあるんですね。ここでね色がつけられるんですよ。ベースだったらまあトリマ緑で、ギターだったらとりあえず青かな、で、ボーカルは紫、まあこんな感じでこうなんとなくザーッと色をつけていきます。はい、でそうしたら次ねトラックを複製、ね、ベースも2つにして、でギターに関してはね、じゃあ1回これ1個を赤にして、はい、じゃあこれでまたトラックを複製、トラックを複製で、さらにトラックを複製、これはまた黄色にします。でトラックを複製、はい、こんな感じでギターはね6つ使えます。まあボーカルも2つくらいにしとこうかな。はい、じゃあ今これドラムが1つ、ベースが2つね、ギターが2つ4つか6つ6つんでボーカルも2つ感じですね。結構多いですね、多いなと思われると思うんですけど、まあ僕はじゃあここで何をやってるのかっていうとですね、まあベース弱とかね、まあギターだとねここもギターはね、特に右ギター強、はい、これですね、はい、右ギター、弱とかね、ちょっと名前を割り振っていきます。強と弱っていう風に僕はね、割り振ることが多くてですね、まあこれ何っていうと、あの簡単に言うとですね、あのイントロとかね、あのサビの部分では結構音量強くしたいんですよね。楽器の主張を激しくしたいなっていうところで、で A メロとか、B メロとかですはね、そんなに、強調しなくていいので、ちょっと音量自体をね、音量とかまあ場合によっては設定とかちょっと下げちゃっていいのかなっていう感じでやってます。はい、なのでそういったものが一括で管理できるようにここでですね名前をつけて区切っちゃう感じですね。じゃあこれはね今回イントロもちょっと違うことで、イントロギターっていうに名前つけますね。まあ、例えばここも、ハーモリとかつけて、じゃあボーカルもボーカル弱ね、でサビのところはちょっと音量大きくしたいな、なので、ボーカル強ね、こんな感じです。こんな感じでバーッとねいっぱい作りました。まあ、このミックスコンソールも閉じちゃっていいかな。バツ。はい。こんな感じで、ファーっとね、もうね、12トラックありますね。恐ろしいですね。恐ろしい数が出てるんですけど、じゃあ、さらに、ここで、グループトラックっていうのをね、僕はここ作っていきたいと思います。まあ、これどういうことかっていうとですね、
グループチャンネルを追加で、ベース、ギター、今日ギター、サック、センター、ボーカル、こんな感じで、はい、作っていきたいんで、グループチャンネルもこっち上にね、はい、移動します。これ何かっていうとね、もうなんとなくね、わかるかなと思うんですけど、じゃあベースはベースでこれまとめちゃいましょうよとか、ね、で、ギターはギター強と、ギター弱で分けちゃいましょうとかね。で、センターギター、センターギターで分けて、で、ボーカル。お、なんかよく余った。まあ、ええか、ドラム。まあ、ドラムトラック2つあればって感じですかね。ドラムトラック2つある。で、ここもまた色を振っていきます。こういう感じでですね、この一括で管理を、音量とかね、かけるプラグインとかね、一括で管理することができるよっていうので、重宝するかなと思います。まあ、結構どっちかというと、ここをいじることが多いのかな、全体のバランスを見るときは。なので僕は結構ね、これ上にして、作業しやすくしてる感じです。はい。どうでしょうかね。こんな感じです。以前、なんとなくグラデーションができてきた感じで、いいんじゃないかなと思います。で、そうですね。グループトラックのところに、まあ、こう、今回ドラムはね、まあ、別に2個つかないからいいんだけど、ベース。じゃあ、ベースですね。本来は、ここに、インプットのルーティングってとこあって、まあ、ここに、オーディオインターフェースのインプット1だったら1とかね、2だったら2ってこう振り割り振っていくんですけど、でこれステレオアウト、ここをステレオアウトしちゃうと、このベースから出た音がここのステレオアウトってところに直接いっちゃうんですね。ね、そうするとこのグループトラックを作った意味がないので、ここですベーストラックって、あ、ステレオアウトのところを押してグループベースってところをします。そうするとここで選択したこの緑のベースっていうのがここの緑のベースに行くわけですね。で、例えばここでニュートロン3エレメンツね、ここで入れちゃいます。で、例えば僕はまあピック弾きなので、ピックドエレクトリックベースってこうプリセット選ぶわけですよ。ね、そうするとなんか、ああ処理されてるなと、いい感じに処理されてるなというのが出てくるわけなんで、で、ここ、そうするとここのベースに関しては、まあこの BOD っていうやつだけ、かかね、別個でかけてる状態。だけど、この両方かけた音ね、弱のとこも強のところも結局、このニュートロン3エレメンツ、ここに置いたグループの方に経由して音が入るというわけなので、ニュートロンっていうね、まあ、ニュートロンとかオゾンとか、そこら辺のね、結構負荷が重いやつなので、それをねたくさん制作さんを作成しなくてよくなるってことですね。そうすることで PC の負荷をねちょっと下げていこうとかね、まあ、あと音質がなんか違いすぎるとそれもそれで変な感じになるので、まあ、一括で管理できて便利だなっていう感じですね。で、ここにね、TS Audio の BOD をこのグループタックに挟んでもいいんですけど、いいんですけど、ただちょっと A メロ B メロの時とサビの時でちょっとニュアンス変えたいなとか歪み感変えたいなとかそういう時もあると思うので、僕は、アンプシミュレーターとかは普通のオーディオトラックに挿して、でグループチャンネルの方でそのまあ簡単に言うとコンプレッサーとか EQ とかまとめてかけるよって、そういうのをまあやるように処理をするようにしてます。なんとなくわかりましたかね。はい、じゃあそんな感じで、ね、こっちのギタージャックの方にもですね、ニュートロンを挿していきたいなと思います。はい、ニュートロンはね、これニュートロンに関しては僕エレクトリックで、ブルースエレクトリックってこれめちゃめちゃ僕好きなんでブルースエレクトリック挿してますね。で、これギター強、ここも一緒ですね。ギター強もブルースエレクトリックをニュートロンで挿していきます。で、僕ちょっとサビとかイントロのとかちょっと大きい感じで使いたいとき、音量感を使いたいっていうのと同時に、ちょっとなんだろう、音のこう広がりも加えたいっていうイメージがあって、なのでオゾンイメージャー2っていうね、ここもちょっと加えてみます。
まあそんなに強い効果ではないんですけど、まあ若干ね 55% くらい入れとこうかな。まあ、そうするとよりちょっとステレオ感バーってきてね、こう耳の横ねもうすごい鳴ってる感が出るんじゃないかな。まあこれはあの適時調整ですね、その時にねで調整。まあただサビとこうギあの A メロ B メロで結構音違うよねっていう風にしてみたいなっていう希望です。僕の希望的観測そんな感じです。で、ここも僕はどうしてるかな。ニュートロン3エレメント、まあ、イントロもね、ちょっとここでプリセットをあえて変えるっていう選択肢もあります。サイドでね聞こえてくるギターの音の感じと、センターほんとモノラルで正面から聞こえてくるねギターの音質の感じって正直全然違うので、あえて違うことやってもいいかな。ブライトソロとかね、こうブーストディストーディットギターとかなんかいろいろ本当にギターのプリセットだけでもね30個40個近くあるので、まあそこなんか好きなの選んでもいいんですけど、まあ僕シンプルにブルースエレクトリックこれ好きなんで、まあこれを一応今回はかけます。すごくこれシンプルです。ちょっと EQ で調整してコンプがちょっとかかってるくらいなんで、すごくシンプルなんだけどすごくね本来のアンプリチューブアンプシミュレーターのすごいいいとこが出るので、まあこれはこれでいいかなと思ってます。はい。でボーカル、ここにはネクター3、ネクター3を指しますね。はい。ネクター3エレメンツね。これを指すだけで大丈夫かなって感じです。で、まあ、ボーカルトラックが取り終わったら、これ最後にね、処理して終わりかなっていう感じですね。で、あと、まあ、ドラム。ドラムに関してもやっちゃいますか。ドラムも、これニュートロンでいいですね。ニュートロン3エレメンツで、で、まあ、ドラムを指していくんですけど、この時、プリセットのところで、ドラム、バス。ね、バスってのをこうまとめみたいな感じなので、ドラムバスでアコースティック、まあドラムソフトではあるんだけどね、こうあの生ドラムのシミュレートなので、まあ、アコースティックドラムっていうところで、これもね、まあ結構ね20種類15種類くらいあるんですけど、これどれがいいかな、どれがいいかな。ベーシックドラムバスも結構いいし、でもねちょっとドンシャリなんですよこいつで。アドスナップの方がなんかロックな感じは出るかな。うん、そうですね。そう、このね EQ が結構くせもんでドンシャリなんですよね。まあだからちょっとこれはまたね音で実際に聞いてみて決めていいのかなと思うんですけど、まあ僕はこうアディットスナップってこれが結構かっこよくて好きです。はい。そんな感じでね、プラグインもね、こうだミックス用のね処理用のプラグインっていうのも僕はここに挿しておくとね。でこのオーディオトラックで出した音をここに経由させることによって、まあコンプとか EQ とかね、無駄なことを省いてるよっていう感じかな。うん。で、あとですね、ちょっとここでおまけです。イントロのギターっていうのは僕はですね、このバイナルっていうのをちょっと使って、まあちょっと特殊な感じっていうかね、かっこいい感じにしたいなっていうのがあるので、まあこれはちょっとね、そのうち。実際に、ね、聞いていただいたら分かると思うんですけどね、ちょっとイントロで拍をつけたい感じなのでね、印象をつけたいバイナル君をね指しておきます。で、出だ、これで終わりかと思いきや、実はまだね僕はもう一個大事にしてるのがあります。これ FX チャンネルトラックを追加ってことですね。FX チャンネルトラック、ノーエフェクトからリバーブってとこを指します。で、ルームワークス SE ってのがありますね。これを選択します。これはキューベースにもともとついてるね、リバーブのプラグインです。これね、結構普通にめちゃめちゃ優秀です。結構普通にめちゃめちゃ優秀。本当に。なので、これを、ごめんなさい。本当はね、今さっき3つつければよかったんだけど、3つ複製します。はい。で、3つ立ち上げます。はい。で、ちょっと待ってくださいね。はい。で、それぞれ名前振ってきます。ボーカル、ギター、ドラム。で、この FX チャンネルっていうのを、まあ、経由することによってですね、例えば直接この右ギター強っていうところにですね、こうリバーブのプラグインをですね、挿した、時よりも自然にミックスされる感じでねリバーブが使えるので、これはすごく便利だと僕は思ってます。はい。なので FX チャンネルは個人的には絶対つけてほしいなって思ってます。うん。
やっぱりこうリバーブ感がね出ないと、なんていうのかな、例えばアンプリチューブでリバーブとか部屋鳴り感っていうのを設定できるんですよ。このキャビネットのこのマイクのね位置とかでできたりとか、まあなんかこのまたこの SSD の方でもですね、まあルームっていうのでね、こうルーム感、部屋鳴り感っていうのが設定できたりはするんですけど、そのあくまで同じエフェクトとか同じプラグインでやってあげた方が一体感が出るのかなと。このボーカルのねネクター3の方でも一応リバーブついてるんですけど、どうしてもちょっと自然な感じじゃなくなっちゃうというか、なんかボーカルのリバーブ感とドラムのリバーブ感とギターのリバーブ感が違くて違和感があるよっていうね、それをちょっと統一したいので、基本的にはリバーブは切り気味にして、でここの FX チャンネルでまあリバーブを足していく、でそのリバーブはまあプラグイン一緒にしてるからちょっと統一性があるんじゃないのかなっていう考えです。はい。で、でもねプリセットはちょっと変えてるんですよね、ルームワークス SA、ボーカルに関してはルームアウアーってやつに僕はしてて、でドラムは、グランドチャンバーってやつにしますね。ちょっとでんなんか伝説のなんか部屋みたいな感じですよね。で、ギターに関してはそんなに余韻いらないんで、アーリーリフレクションってやつにしますね。はい。こんな感じでプリセットをね、僕は好みのやつがあって、これを設定してるって感じです。で、まぁ、ちょっとこれあんまり強くしてもね、あれなので、最初はちょっと15弱にしておいて、ここから響きをちょっと足していければなっていう感じですね。大体ね。で、ここからまたいろいろもうちょっと設定していきます。まず、右ギターって書いてあるここですね。右ギターパンを振っていきます。パンってとこでここにねボリュームの下なんで、これをパンを僕は一番右に振っちゃいます。あとステレオアウトも、ギター強なので強にしていきます。でこれもまたパン振ります。でこれまたギター弱にしていきます。まあこんな感じで、まずパン振りとあとステレオアウトのね、先を全部決めちゃいます。まあここはねなんか気づいた時でいいので、ちょっと順序やっておくといいかなと思います。はい。で実はこの FX チャンネルただ作っただけでは、まだリバーブがね、響かないというか、このボーカル歌った時にボーカルがここを通って、ここを通ってここに行くよみたいなね、こうステレオアウトに行くよみたいなのがまだできないんですよ、ここの設定だと。なのでボーカルグループチャンネルを設定して、このセンド先ってここですね、ここでFX チャンネルっていうのが、選べるようになってます。これボーカルギタードラム、これですね、このことです。これが FX チャンネルね、センド先っていうところを選べるんで、まあ、ここでボーカル選びます。でボーカル選んでオンにします。そう、これでようやくここの FX チャンネルのリバーブがかかってくるっていう感じですね。じゃあギターのとこも、やっていきます。ギター、はい。でこんな感じやっていくんですけど、ベースにリバーブを挿してない理由ってのもちょっとあって、そのベースはねあんまり部屋鳴りっていらないのかなっていう、個人的には、っていうか処理が難しい。ベースってすごい低音が強いのでローが多いので、これをリバーブで足しちゃうとボワーってすごいね、なんかローがぼやけちゃう、低音の音像がぼやけちゃってコントロールしにくくなるのかなっていう印象があります。なので、ベースはね別にわざわざ響きを足さなくても、結構なんだろう、ここで僕がわざわざアンプシミュレーター、アンプリチューブを使わないで、サンズアンプだけで撮ってるっていうね、こともある。まあ、それからもね、ちょっとわかるようにですね、結構ライン取りの音だけでベースっていい音になるんですよ。で、これって結構プロでも結構使われてた、まあ、当時90年代とか0年代とかそこら辺だと思うんですけど、その、アンプをね、あえて通さないで、結構 LINE でベースに関しては録音した方がミックスはしやすいよね、オケに混ぜやすいよね、変に部屋鳴り感がないから音作りしやすいよねっていう考えが結構あるようで、僕も実際そうかなと思ってます。なのでベースに関してはこれ仮にサンズアンプとかじゃなくても、なんかプリアンプ持ってる方がいたら、こういうアンプシミュレーター使ってももうプリアンプを通して音取っちゃうっていうだけでも十分ある意味プロ並みのレコーディングができるんじゃないかなと個人的には思ってますね。はい。まあその回なんか結構 DI とかねにこだわったりする方いるみたいなんですよね、ベーシストは。うん。DI で結構音変わるよっていうベーシストと友達とかにも結構多いので、だそこは結構音作りをねやる方はチャレンジしてもいいのかなっていう、こんな完全に豆なんですけど、ベーシスト豆知識的な感じなんですけど、
まあそんな感じでですね、まあ、ちょっと FX ちゃんでもなんかおまけで色もつけてみて、はい、これでいいかな。で、最後だ、最後で、このステレオアウトってとこがあるんですけど、ここに今まで作った全ての音が、集約されるわけですよ。ね、SSD サンプラーとか、こう、まあ、ドラムですね。で、ベース。で、ドラムの音はドラム、ここを通って、グループチャンネルを通ってここに行きます。ベースの音も2つ、ここ、ベースのグループチャンネルを通って、ステレオアウトに行きますね。ギターもね、ギター、今日はここ、ギター、ジャックはここ、つって、ね、全部ここを通っていくわけです。最終的にここに行きます。なので、ここでミックスマスタリングをするっていうイメージなんですよね。僕は。なので、ここにミックス用、マスタリング用の、プラグインを挿してしまおうというイメージですね。はい。ですので僕はね、まずはここにニュートロン3をエレメンツを指します。で、ここにミックスバスっていうのがあって、これミックスバスっていうプリセットがあるのは、まあマスタリング用というよりはミックスダウン用だと思うんですけどね。まあここでコンプレッサーをかけられたりするので、まあ僕はこうベーシックミックスバス、まあ、またはジェントル&クリアかな。うん、どっちがいいかな。ベーシックミックスバスは結構ドンシャリな感じなので、まあ、激しい、こうなんか分かりやすく音圧上がった感が欲しい人はこれがいいかな。で、まあジェントル&クリアっていうのは割かし聞きやすい感じになりますね、比較的。エッセンシャルミックスバスって、もうこれは結構なんかエッセンシャルって言いながら結構主張激しいような僕イメージなんですけど、どうかな、コンプのかかり方とかはどっちが上かな。まあほぼほぼ同じくらいですね。まあ僕はちょっとね、あえて素材の味を生かしたいので、ジェントル&クリアっていうねやつにしてます。で、ここでコンプレッサーとか EQ をまあかけた後にオゾン、オゾン9エレメンツ、これをかけます。これなんでわざわざニュートロン3を前段に持ってきたのかっていうと、オゾンはですね、マキシマイザーと EQ とイメージャーっていうね、まあ、イメージャー、音を広げるイメージャー、この3つしかないんですよ、エレメンツ版は。もちろんスタンダード版とかアドバンスト版はね、こうもっともっとたくさんいろんなプラグインがあって、もちろんコンプレッサーとかもあるし、ダイナミック EQ とかいろいろあるんですけど、そのまずコンプレッサーで1回こうミックスした全体の音を、整えると。で、そこから僕はマキシマイザーをかけるっていう方がいいのかなみたいな感じだったので、印象だったので、本来であればそのオゾン9の一つ、オゾン9スタンダードのね、とか、アドバンストの中に入ってる、こうね、コンプの処理とか、そういったことを、ニュートロンの方でやっちゃおうっていう感じですね。まあ、EQ20 掛けになるんじゃねっていうふうには思うかもしれないんですけど、まあ、あんまり細かくは気にしてないです。で、まあ、オゾンに関しては、これ最終的に出来上がった音源に、このマスターアシスタントっていうのをかけて、まあ、最終調整していこうかなっていう感じなので、この時点では何もいじりません。で、あとは、ちょっと、PC のお持ちのね、スペックにもよると思うので、ここは切っちゃってもいいかな。これ切るとか、あとは、プリセットの管理ってとこを押してですね、プリセット保存で、ちょっともういろいろね、作ってあるんですけど、マスタリング、5000円、マスタリング5000、あれ00になってる、マスタリング5000っていうのがねあって、保存しておくと。で、僕すげえこれおすすめなんですけど、リセットってやつも作っておくといいです。何もない状態をリセットって名前でプリセットで保存しておくと、一気にね、こうまとめてプリセット消すことができるので。で、こうすると結構オゾンとかって負担でかいんですよね。ソフト自体がかなり重いので、これをかけながらレコーディングってのはちょっとしんどいパターンが大きいかなと思うので、まあなので、こういう風にね、マスタリング5000ってやつを作っておきながら、まあプリセット保存しておいて、で、普段の、レコーディングの時点では、ミックスダウンの時点ではまあかけておかないっていうやり方でもいいのかなって思います。はい、いかがでしょうかね。まあ、大体こんな感じです。トラック作成ね、こんな感じでした。で、最後の仕上げとしては、ですね、まあ本当に細かいです。本当に細かいです。この打ち込みするね、ミディで打ち込みをする、ドラムのね、トラックに関してなんですけど、一回何でもいいのでわーって作ります。わーって作って、ちょいちょいってこうダブルクリックをすると、こうピアノの鍵盤が出てくるんですよね。このピアノの鍵盤で打ち込むっていうやり方なんですけど、
まあ、僕はちょっとドラムならちょっとピアノの鍵盤だと正直やりづらい、僕ピアノがあんま弾けない人間なので、なので、あ、やべ、ですね、やってもうた、もう一回つけてなんですけど、で、ピアノの鍵盤出てる状態、ここがですね、ドラムマップなしって書いてありますね。そう、ドラムマップってのがこう実は作るんですね。で、GM マップってやつにしますね。で、一回これ消して、で、もう一回ダブルトラック、ダブルクリックする。すると、ほら、バスドラム、まあ、サイドスティック、なんかいろいろね、出てくるんですよ。これをドラムスティックマークでやると、まあドラムが音出るよって感じなんですけど。ね、こんな感じで、とりあえずですね、このドラムマップ、GM マップっていうのをね、オンにした状態で、まあ、やっておくといいかなと思います。はい。MIDI で打ち込むものに関してはですね、あとはこんなものかな。じゃあ、ここまで来たらですね、とりあえず、色付けしたりなんだりっていうのが終わったので、これを毎回やるのは厳しいじゃないですか。今までの手順を。ね、毎回トラックを作るたびにやってはめんどくさいので、これをね、テンプレートで保存してしまおうと思ってます。なので、ファイルでテンプレートとして保存ってことですね。これで、まあ僕ちょっともうすでに作ってるんですけど、まあ、動画プリセットとかなんかフリープラグインサウンドみたいな、これいろいろ作ってるんですけど、まあじゃあ今回は、どうしようかな。5000円にしようかな。5000円。はい。でプリセットを作ります。こうするとファイル、新規プロジェクトってなった時に、ここのその他っていうところにですね、こうテンプレートのやつが出てくるんですね。なのでここからいつでも今の設定を呼び出すことができるって感じですね。これめちゃめちゃ便利ですよね。なのでこれをね、どんどん皆さんも使ってもらえればいいんじゃないかなと思いますね。キューベース分かりやすいですよね。僕めっちゃ好きっすわ。まあそんな感じで、まあちょっと残りの、ちょっとまだ割り振ってね、割り振り忘れたやつとかもね、あるんでね、これダメですね。これやり直しですね。完全にやり直しなんだけど。じゃこういう時はね、もう一回テンプレートとして保存をして、5000円とこで、はい、ね、もう一回押して、で、上書きするわけです。はい、OK。これでまたいつでも呼び出しができますよって感じですね。いや、便利だね。まあ、僕は結構キューベースが長いのでね、こうサクサクできるんですけど、まあ多分他の、DAW、DAW でももちろん同じようなことができると思うので、まあ似たようなね、項目があると思うので、ちょっとそれを探してやってみてもらえればいいんじゃないかなと思ってます。はい。じゃあ、いかがでしょうかね。とりあえずこんな感じで、終わりますので、またね、ちょっと休憩を挟んでいただいて。じゃあ次はですね、MIDI の打ち込みと、まあ、打ち込むときのコツとかですね。こうやると生ドラムっぽくなるよって話とかできたらいいなっていうのと、まあ、あと楽器を録音する、まあ、やり方とか、まあ、実際の手順とか、まあ、した後のちょっと簡単な処理とかね。まあ、厳密に言うと、こう、クロスフェードしたりとかね。まあ、ちょっとデータ切ったりカットしたり、ペペペってやったりとか、いろんなことをちょっと軽くできたらいいなと思ってます。はい。まあ、ちょっとね、また休憩をしていただいていいんじゃないかと思います。まあ、疲れましたよね。僕も疲れました。はい。じゃあ、ちょっとまた休憩して再開しようと思います。はい。じゃあですね、早速録音編ということで、まあ実際にね、ドラムトラックの打ち込みとか、まあ、楽器のレコーディングとかをやって、で、まあちょっとそこの簡単な処理の仕方とかね、まあドラムだったら打ち込みのコツとか、こう、ギターとかベース、ボーカルとかだったら、まあそのやった後の処理をどうするかとかね、そういったことをちょっとサクッとやれたらいいなと思ってます。じゃあまずね、早速、ドラムの打ち込みのやり方からね、やってみたいかなと思います。ここのね、上のオブジェクトの設定っていうところでですね、このペンのマーク、鉛筆ってとこですね。これを、使って、でこうやってこうクリックしたままビーって伸ばすと、まあなんか伸びていくよって感じですね。で多分前も言ったかもわかんないですけど、ここにドラムマップ GM マップってとこにしておく、これが大事ですね。で SSD を開いてみてね、音が鳴るのを確認して、まあ音とかまた後でいくらでも調整できるんですけど、僕的にはちょっと軽くね、やってみようかな。さっき言ったね、チューンってスネアのチューンを下げて、キックのチューンを上げる。そうですね。で、あとはどうかな。このスネア RNG ってね、この、なんだろう、リムの音
とかなんかキーンキーンみたいなね、なんかその余韻みたいなのもね、これで上げられるんですよ。なんかキーンってね、最後に来る。これをね、ここで足せたりして結構お得ですね。いい感じですね。で、ルームもね、僕結構下げちゃいます。ルームもガッと下げて。これでいい感じかな、とりあえず。で、実際に打ち込んでみようと思うんですけど、まあ、ここですね、また、ね、オブジェクトの選択、矢印マークにして、ダブルクリックをすると、こうやってドラムのマップが開きます。で、ここにバスドラムとか、サイドスティックとかいろいろ書いてあるんだけど、これはキューベースの、まあ、ドラムソフトとかだったら、これにバッチリ対応してると思うんですけど、SSD の場合は SSD 独自でですね、ちょっと対応してるキーが違うんですよね。それはね、ここを見るとわかんない。マップってとこを見るとね、こうやってほら、どこ打ち込んだどれが、どの音になってるよとかね。まあ、そんなのがあるので、まあ、ちょっとこれで確認しつつ、まあ、確認しなくてもなんか音でわかる人はね、全然いいと思うんですけど。あとあれですね。ここの視聴モードってとこがオンになってないとね、押した時に音が鳴らないんで。で、これはなんか、クローズドリームかな。あ、これスネアの普通のショットかな。これは多分、リムをスティックで叩いた音かな。あ、これ、リムショットですね。普通にオープンリムショット。うん、タート音。タート音。タートート、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 タート、タート。はい。これでこう流すと、まあこんな感じになりますね。はい。で、じゃあクラッシュシンバルとかね、そういうのも入れてみようかな。まあこんな感じでちょっと音を探していくような。あ、そうだな。SSD をね、ここ立ち上げて、で、ここ、このエディットの画面にしておくと、ここでやったときに、ほら、何叩いてるかね、ここが。はいはいはい。この、今右のクラッシュシンバルなんだけど、この上に行ったときにクラッシュをチョークして止めてますね。そういうのも、SSD はできるってことですね。これ、いいっすよね。なので、タートと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 タートタードみたいな感じにすると、みたいな。はい、タートと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 タートタードみたいな感じになるわけですね。はい、いいね。で、ここで、結構このソフトは、音質的にもいいソフトなので、そのまま打ち込んでも結構いい感じになるんですけど、例えばなんですけど、スネアの連打。これね、全く何の処理もしないで、このまま流すと、なんかなって気しません。これマシンガン効果って言って、ね、ひどいソフトっていうか、こうサンプル数が少ないソフトはもっとマシンガンになるんですけど、ちょっと機械がね、叩いてる感じになりますよね。だからこういうのをね、防ぐために、こうミディのベロシティっていうのがあって、これでまあ、簡単に言うと強さですよね、叩く。こうやってみて、ちょっとね、マシンガンっぽさなくなりましたね。あとはね、どうかな、僕あんま好きじゃないんですけど、ランダマイズっていうのもできるんだよな。ここ、感度指定クオンタイズっていうのがあって、で、まあ、クオンタイズっていうのは、このミディの、なんていうんですかね、ここの、タイム11.2 とか、ここにぴったり合ってるかどうかとか、合わせるかどうかみたいなね、そういうことをやるとこなんですけど、ちょっとわかります？これね、自動ってとこを押して、ランダム化ってとこを押すと、
まあ、ちょっとずれるんですよ。こうやってちょっとだけずれてくるんですよね。これをずらしていくと、はいはいはい、ちょっと雑な感じ、雑な感じになって、まあでもそれがいいよねみたいなね。ね、はい。これがね、例えばね、これ戻しますね、一回。うん、こんな感じになるわけですわ。これでクオンタイズってところをして、あ、そうそうですね。まあこれ自動ってとこ押さなくていいのかな。ちょっとね、僕あんまりやんないから詳しくないんだけど、まあこういうので、まあいわゆるランダマイズって言って、ちょっと揺らすことで、まあ人が叩いてる感を出すよっていう機能があるわけですね。あ、でも改めてやったら結構いいかもな。なんか、あ、いいかもわからん。ね、まあこんな不規則に人ずれねえけどなっていうねとこはあるんですけどね。結構ドラムやってるとわかるんですけど、結構例えば今僕なんでこう2発目だっけちょっと弱めにしてるのかって言って、これ右手と左手で叩いて順番に叩いてるから、その左手の方が右手よりね筋力が弱いもんで、基本的に右利きの人って、まあだから左の方がちょっと音ちっちゃくなるよねくらいのをちょっと演出すると、うん、でそしたらやっぱタイム感っていうのも、左の方がまあこれ頑張って再現してる方だけど、左の方がちょっと遅くなってる感じ、これはね、ランダマイズとしてうまくできて、でもほらここら辺ちょっと速くなってるでしょ。ここ遅くてここ速いってドラムやってるとそんなないんだよな。遅かったらずっと遅いままそのフレーズはいっちゃう気がして、で右手はちょっと速いなら速くずっといっちゃう気がして、まだちょっとこのランダマイズっていうのも、人間味を出せるのかっつうと、ちょっと人間が叩いてる風ではない、まあ、ただいい感じに自然になるよっていうのはねあるので、まあこれ覚えておくといいかなと思います。はい、ランダマイズちょっと僕も今後使ってみようかなと思いますね。でまあこういうランダマイズをまあしてもしなくてもいいんだけど、僕はねあんましなくてもいいかな、ドラムはまあ基礎がっちり固めてくれればいいかなくらいの風に思ってるんですけど、でも例えばバスドラム2打ドドって打つときに、基本的にこう、まあ、そのキックの踏み方、キックのダブルの踏み方によるんですけど、まあ、僕はスライドっていう奏法で結構キックを踏むことが多いので、一発目弱くて二発目が強いみたいな、それが多いんですよね。なので、もうちょっとやってもいいかな。もうちょっと極端に。みたいなね。わかりますかね？ちょっと伝わりますかね？タドドタドドタドドじゃなくて、タッドタッドタッドタっていうね、二発目がちょっとお尻上がりになる感じがかっこいいんじゃないかなと思いまして、うん。あとはまあここであんまランダマイズしすぎてもね、ギターとかベース入れるときに入れづらかったらしょうがないんで、あんま僕はやんないかな、正直っていうのはあるんですけど、まあここは皆さんにお任せで、ランダマイズそうだね。まあでもそんな時間かかんないからやってもいいのかな、なんか。わかんなくなってきたな。全然いいかもしれんな。それで、4小節目、あ、じゃない、タントンタカトン、タントンタカトン、なるほど。うん。で、タトとタトタトタン、タトとタトタトタン、はいはいはい。まあええか。これでね、イントロが僕的にできました。はい。まあ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 、なんか、
それっぽいっすよね。全然いいんじゃないかなと個人的には思います。まあ、ちょっとここであえて僕もランダマイズを今回かけてみようかな。ちょっと人生初のがっつりランダマイズ。よいしょ。バーってここで選択して、じゃあ、クオンタイズ。どうかな？ああ、なるほどね。あー、まあ、意外と悪くないかもしれん。はい。まあ、今ね、あのね、コピーしたデータを、全部でこう選択して、こうやってピーってクリックしたまま伸ばすと選択できるんで、それで、のりってとこね、のり。のりでこう貼っつけて、で、そうするとこうまとめて、このミディデータを編集できるんで、便利かなという感じでやってます。はい。じゃあ、こんな感じでね、ちょっと打ち込んでみますね。とりあえず一番全部。はい。まあ、そんな感じで打ち込みました。まあ、そうですね。ちょっとガーッと見ていただいて。なんか結構ベロバシティ一緒に、ちょっとなんかね、あんまり細かくやってないんですけど、まあ、個人的には結構ドラムって生ドラムとか撮っても思うけど、結構コンプをガッとかけて、そのアタックを全部一定にしちゃったりとかって全然するんですよね。まあ、だから、あんまり細かくクオンタイズをなんか毎回ランダムに打ち込むとか打ち替えるとかやんなくてもまあいいのかなっていうね。まあオケに混じるとそんなに違和感がない程度になればいいのかなっていうので、まあ結構時短で、まあここで全然もう1時間もかかってないですね。全く。もう30分もかかってないんじゃないかなくらいで、まあ僕は慣れてるので打ち込めたので、まあこんなもんでいいのかなっていう感じです。はい。まあ今回の曲ね、ワンコーラスで作ってるんで、まあ大体、まあ2分弱くらいの感じになったんですけど、まあそれからが、まあ30分くらいで打ち込めるようになれば、まあラッキーかなって、楽かなと思います。はい。ドラムの打ち込みはね、まあ大体こんな感じでやってますね。まあなんかすごいね、こうキーが飛び飛びしてるんですけどね。まあ、これも SSD5 さらって、触ってね、こうどんどん慣れていけば、ああ、なるほど、ここにこれがあるのね、みたいなね。これなんか、うわ、何これと思ったら、こう、ハイハットをね、ハイハット。こう、アタックスね。ダウンストロークで打った時と、アップストロークで打つ時ね。とかね。まあ、こういう違いも結構ドラマだと、知ってるとね、出しやすいかなと思います。まあ、これはこう、ドラムやる人が結構強いテクニックかなと思うんで、まあ、こういうのをね、知りたい人は、なんか、ぜひコメントとかでもいいですね。全然僕が教えれることだったらなんか伝えれたりすることあるかもわからないんで、ぜひ聞いてもらってもいいかと思います。まあなんかこのね、もう多分また後で言うんですけど、このコメント欄とかでいろいろ質問しまってそれに答えるみたいなね、形で、どんどんウィキペディアじゃないですけどね、情報がどんどん正確になって、みんなでこの動画一つさえ見ればなんか打ち込みができるとかね、こうなんかレコーディングができるみたいなね、こうミックスもできるみたいな、そんな感じになるといいかなと思ってます。はい。じゃあもうちょっとね、本当は録音をしながら、解説とかしていきたかったんですけど、ベースの音ってこれ入ってるかな？入ってなさそうなんだよな。なんか入ってるとしてもちょっと、なんか左側から、なんかディレイがかかって聞こえるみたいな。かもわからないので、まあ、ちょっと音を録音するっていうところはちょっと僕が一旦、普通にちょっと動画外じゃないけどね。ちょっとそこら辺でちょっとやってみようかな。で、やり終わった後のね、ちょっと説明からやっていきたいと思います。で、まあ、録音の仕方、そこだけね、関してやってみたいんですけど、まずね、ここ、メトロノームクリックを有効化ってとこを押しますね。こうするとメトロノームが鳴ります。ね、テンポがね、すいません、186か。186ですね。そうそう。まあ、このテンポでやっていくよって感じで。で、そのレコーディングするトラックを選択して、この赤い
録音可能ってマークがねついてるとこが、まあ録音されるみたいな感じですね。で、ここ録音ってとこを押すと、こうもう録音がスタートしますって感じですね。で、こういう感じですね。ちょっと今ねベースがあの入力されないんでね、ちょっとまた一回録音を縛っていくって感じなんですけど、まあこれなので、例えば複数同時に撮りたいときは、これ複数同時にこう録音可能ボタンを押せば複数同時に撮れるよとか、そんな感じですね。はい、まあクリックとりあえず聞きながら僕やってみて、まあでもほとんどドラム消えちゃうんだけどね。でごめんなさい、一つね、レコーディングする前のもう一つ大事な設定がありました。そうですね、ここ、インプットのルーティングっていうとこですね。ここをね、クリックしてモノインっていうのにしなきゃいけないんです。いけないんですけど、これね、最初に設定しようとした時ね、ステレオインしかない場合がほとんどなので、まずスタジオからのオーディオコネクション、これを押しますね。オーディオコネクションってとこを押して、入力ってとこを押します。で、ここモノインってとこにして、で、まあ僕のちょっと今レコーディング実際にしてるね、オーディオインターフェースから、で、これ1にして、で、モノってのをこう追加するわけですね。バスを追加、モノってのをね、これ追加してっていう感じですね。で、まあ僕今1からってね、これ1で、モノイン、今ちょっと2もできちゃったけどね。で、ベースで、ここでモノインってね、やると、これで、オーディオインターフェースの1チャンネルから入る音が、まあ録音されますよっていう感じになりますね。オーディオインターフェースのIN1から入ってるもの録音します。そう。じゃあこんな感じでやってみようと思います。さあ、まあこんな感じで録音が終わりました。いやー、どうですかね。はい、ドラムをこうやってやって、ベースもね、はいはい、こんな感じにわーっとやっております。で、ギターがね、なんだかんだ1,2,3 トラック、センターの方がね4トラック入ってみたいな感じでちょっとねやってます。こんな感じでね、だいたい録音終わって、で、じゃあちょっとね、これで今もう処理がね、ごめんなさい、処理を終わらせてしまって、で、具体的にこれどんな処理してんのっていうことをね、ちょっと改めてね説明していきたいなと思うんですけど、はい、まずはですね、トラックをこう、オーディオトラックをですね、引っ張ることができるんですね。引っ張って、例えばこの右下の部分ですね、引っ張るとこうやってわーって、で、ここね見てもらうと分かるんですけどね、ちょっとブツブツってありますよね。でね、これね、一番右上のね、ここをちょっとマウスのホイールで上に上げたり、こうクリックしながら上に上げていくと、音量、実際の音量自体は変わらずに波形をちょっと大きくして見ることができるわけです。で、こうやって見たときに、ちょっとこの何もない線の部分もちょっと音上がってきますよね。まあこれ簡単に言うとノイズが入ってる状態なんですよね。弾いてない時も。やはり弾いてない時もノイズが入ってると好ましくないので、基本的にはこうやって右下の部分をですね、つまんで、データの長さを調節してあげて、で、これ例えばイントロの部分だと思うんですけど、イントロが終わりました。じゃあ最後ベースの部分、ここいらないですよねっていうのでね、ちょっと切ってあげてます。ね。で、切ってあげた上で、じゃあそれ右下を触ることでデータの長さをね、できるんですけど、今度右上ですね。右上の部分今度触ると、はい、これですね。フェードって言って、音量がこうだんだん下がっていくわけですね。音量がフェードアウトしていくことで、これどうなるかというとね、こう終わった後にブツってノイズがね、これね、普通にやると入っちゃうんですよ。これわかるかな？あー、まあちょっとわかんないな。ここら辺、例えば音の途中で切っちゃう。ね、これベッって音が急に途切れたとか、なんか、これが意外とミックスしていくとブツッみたいなノイズになったりするんで、だそういうのをね、防ぐためには、こうやって最後フェードって言ってね、ちょっとだけでいいんで、こうフェードってしてあげる。だいたいこう 0.055 とか、うん、まあ 0.6 くらいかな、してあげればもう十分自然にかかるかなっていう印象です。はい。で、こんな感じでですね、この弾かない部分、ね、弾いてない部分に関しては基本的に、
ノイズを出さないためにもう音を切ってあげる。こういうとこ、特にイントロとかもそうですね。イントロとかすごい大事ですね。今度はこう左下でまたデータの長さね、調整して、ね、ほら、こうやって見るとやっぱり右側のギター、これだけちょっと早く入ってたりとか、あとはセンターのギターがちょっと遅く入ってたりしますね。まあ正直これ聴感上は気にならないレベルなんですけど、まあでもなんか右のギターだけ突っ走って聞こえるなっていうのをやっぱ防ぐためにちょっとここら辺で調整しちゃうね。まあ大体ほぼほぼなんか一緒に入るよくらいのノリでできるといいのかなっていう、まあでも言うてここら辺かな、言うてここら辺でできればいいなと思います。そうですね、データの音の始まりがだいたいここに来るよね。打ち込みが正確に、まあ、なるだけ正確に入れてるので、まあ、あれか、でもキックがちょっと早めに入ってるのか、これランダマイズしたやつだからね。まあそうすると、まあちょっと難しいな、判断が難しいとこだけど、まあ 0. 点ちょっと 0.3 とか4くらいにしようか。はい、間違えちゃった。まあそんな感じでですね、ちょっと悩みながらやっていく感じですね。はい。まあとにかくまずはノイズの処理っていうのを大事にするんで、ここですね。ほら、ここちょっとプツプツって切ってるんですよ。これなんで切ってるのかっていうとね、ここね、ギターをちょっと、僕がね、あんまうまく弾けてなかったんで、ここのフレーズが。こういう感じで音切れてる感じになってるんですけど、これ例えばちょっとこのまま上げちゃうと、ね、こういう感じでちょっとうまく弾けてなかった部分があったんで、こういうのもやっぱりノイズとしてね入ってしまうので、こういうふうに音を切って、で音を切った後はちょっとこうやってフェード処理してあげるとかね、そういう感じでやってます。はい。で今回ね、ほぼほぼ一発撮りで撮っちゃったからあれなんですけど、まあ例えばですね、ここら辺とかかな、まあちょっと想像していただきたい。じゃあちょっと待ってくださいね。一回ちょっと別のデータで実験しましょう。はい、こんな感じに、じゃあこことここのデータ違うテイクで撮ったっていう仮定にしましょうね。ここら辺まで、ね、サビのね、これサビなんですけど、サビのいいとこまで行ったけど、ちょっとラストのとこ、ギターミスっちゃったな。じゃあギターだけもう一回取り直そうって言って、ここだけ取り直しました。ね、取り直した。で、取り直した後ですよね。取り直した後。取り直した後、ここが何も処理してないと、音と音の境目で、やっぱりどうしても全く同じタイミングで人間弾いてるわけじゃないので、なんかブツっていうね、ここを音が取りすぎるとき、ブツっていう音がどうしても入ってしまうと。なので、ここの音のつなぎ目を自然に聞かせてあげたいっていう感じなんですよね。じゃあ、そうしたらどういうやり方がいいのかっていうと、じゃあ、どっちでもいいんですけど、まずはトラックを選択する。で、その上で、キーボードのですね、X、ね、左下にある X を押します。するとですね、これ、クロスフェード、ね、X ボタンだけにね、こうやってクロスフェードっていうのがやってくるんですね。これ、どういうことかっていうと、こっち側、左側のデータはだんだん音量下がっていって、で、右側のデータはだんだん音量上がってるんですよ。で、ちょうど音量がクロスするように重なるんで、音のつなぎ目が自然になるよっていうことですね。このクロスフェード、めちゃめちゃ大事です。何回もテイクを重ねていくのが、まあ、基本だと思うので、すべて一発撮りでやれよみたいなね、それはもうちょっと昭和だなって感じるんで、もう令和なんでね。もうそういう取り直しはまあ基本的にガンガンしていいだろうっていう考えのもとですね、どんどんこのクロスフェードっていうのは使っていっていいんじゃないかなって思います。はい。なのでこうやってこうデータをね移動してフェードをかけたりとかで音量調整とかして、でこうノイズを消したりとかしつつ、音と音のつなぎ目はクロスフェードっていうのをするわけですね。いいですね。だんだんできてきましたね。でさらにですね、例えばなんですけど、僕ですね、これアウトロの部分とかね、こうちょっと音量をね上げてます。こことここがアウトの部分かな、音量。これね、上の部分、ど真ん中、このデータ自体選択してど真ん中のこの四角の部分をですね、触ると、クリックすると、キーマ 9.46 って書いてありますね。これね、一番最初撮った時は 0.00 なので、これくらいの音量でしか撮れてなかったんですよ。でもやっぱり
ちっちゃい音量でアンプシミュレーターとかを通ると、やっぱりちょっと弱い音にどうしてもなってしまうと。これちょっと聞けばわかるかな？はい。これをですね、じゃあ真ん中を持ち上げて、0.00 からぐーっと上までちょっとがっつり上げていきましょうね。どんくらいだっけ ?9.7 くらいまで上げるか。9.7 まで上がりました。じゃあこれでもう一回いきますよ。はい。やっぱ音量は、音量というかなんか歪み感というか、ちょっと出力というか、ここのサンズアンプのね、こう BOD に入ってくる出力自体が大きいので、こう歪み方も結構強くなって、かっこいい音によりなるわけですね。まあなんか僕的にはこうやって音量を調整してあげた方がアンプシミュレーターかます時でもなんかいいのかなと思ったりしてます。なんか本領を発揮できる感っていうかね、それはある気がするので。なのでこうやって場所によってですね、特にアウトロはちょっとベースのフレーズが入るのでベースをちょっと強く聞かしたいっていう時にはちょっとこうやって音量を上げますと。で、まあサビの部分はこれ 7.12 とかなんで、じゃあサビの方がちょっと控えめってことですね。アウトロに比べて。で、A メロは、でもさ、A メロはこっちで音量調整をちょっとしてるんで、まあ大してしないですけどね。でもこの違いが結構、なんだろう、A メロと、サビの部分で結構生きたりするのね。まあそういうのを大事にしてるんで、こう言って大体全部こう 7.3 とかそのくらい上げてんのかな。うん、結構上げ上げですね。やっぱり特に、アンプリチューブの方ですね。アンプリチューブの方は、マーシャルでだけでやると、ちょっと歪みの量が若干足らんのですよね。なので、こう、ゲインだけマックスにしたとしても、この出力、入力の音が弱い。入力の音が弱い状態だと、やっぱり歪みがちょっと弱いのかなって感じです。じゃあちょっとこれね、例えば聞いてみましょうか。これで、じゃあちょっと右のギターね、まあなんとなくわかるかなと思うんですけどね、こう入力が違うから歪みの量も変わってきますよね。なのでこういうのはすごく大事なので、アンプシミュレーターをかけるときは、まあそこそこ音量をまず上げておくことでより調整しやすいのかなっていう印象です。はい。こうやってですね、まあトラック自体の音量の調整とかやって、で、あとはノイズ処理、ね、こういうところノイズ処理をして、で、クロスフェードをかけると。こうやってこうちょっとデータ自体を整理していくことで、ノイズが少なくて音のバランスとかがね、良くなります。あと、例えばね、ここはね、どこかな。ボーカルもね、ボーカルはアンプシミュレーターとかかけないんで、シンプルに音量の調整ってすごい大事で、しかもボーカルって、楽器というかね、なんかボーカルっていうもの自体が、やっぱり人が声を出すものなので、ギターみたく、ベースみたくね、音量が、音量差みたいなね、ダイナミクスみたいな言い方しますけど、そういうのが安定してるわけじゃないので、その箇所箇所によってちょっと音量を上げてあげたり下げてあげたりとかね、そういうのがちょっと必要になってくるのかという感じで、例えばここのハモリちょっと下げてるんですよね。これなんでかっていうと、ハモリがちょっと上がった状態。ね、自分の歌を聴くのは恥ずかしいんですけど。本当に大切なものはきっと一握りで、ね、ちょっとハモリの主張強いなってなっちゃったんですね、僕の中でね。なのでこうちょっとマイナス2くらい下げて、本当に大切なものはきっと一握りでもみたいな感じですね。ちょっとだけの違いなんだけど、なんか、馴染んだ感じがあるのかなと思います。はい。こういうのもね、さらにこう、マスタリングするときにね、こう、プラグインかけていくとよりわかるので、実際にマスタリングのプラグインかけてからこういう音量調整してもいいかもしれないですね。まあ僕はなんか最初の段階でなるだけ平坦にしておけば、まあ、やりやすいのかな、みたいな印象ですね。で、まあ、こう、ボーカルも、A メロとか B メロの時とサビの時ではちょっと音量違いますよって。
ハムリーはね、まあ、あんまり気にしてないというか、もちろんハムリーで音量変えても全然いいんですけど、まあ、例えば、ハムリー部分なんてのは2箇所くらいしかないし、で、多分ね、ここを下げたのって、ハモリ自体がボリュームちょっと上がってるじゃないですか、サビと同じくらい。なのもあるので、ここは特に、ちょっと場所としては静かな部分なので、ハモリが聞こえやすいと。で、ここに入るとバンドインしてるんですよね。まあ、こんな感じで、ちょっとハモリは、バンドインしてたらそんな強くなく、強くてもそんな違和感ないのかなって、ここ静かなんで。ね。ちょっと下げた方がいいのかなとか、そんな感じですわな、大体ね。バンドインしてるときはハモリちょっと強くても全然存在感立つんでいいのかなっていう印象なんですけど、ちょっとここもね、各自調整していくような感じ。あとはまあ、こう、スポットスポットで、ちょっと、例えばここだけボーカル自体がちっちゃいからちょっとボーカル上げようとかそういうのもやっていいと思いますね。そういう時には、まあこういう感じですね、分割ってとこですね。分割ってとこをしてそのポイントだけカットして、でこのスナップオンオフってとこをねやっておけば、自由なタイミングで切れたりするので、こう歌と歌の切れ目だけをこうやってカットして、ここだけボリュームを上げたり下げたりとか、そういうこともできますよっていう感じですね。こういうデータの編集の仕方をね、覚えておくと めちゃめちゃ便利なので、やってみるといいかなと思います。あとはですね、ちょっと今僕ね、もう音量をちょっとここでグループチャンネルの音量も結構いじっちゃってるんですけど、これね、だいたいこんな感じになります。ドラムがマイナス 1.06、ベースが 0.79、ギター弱が 12.6、ギター強が14、これもうちょっと下がってもいいな。ギター弱が16くらいでいいかな、16か15。で、ギター強が14と。で、センターギターはマイナス6。で、まあ、ボーカルは0という感じになってます。これね、結構サイドのギター下がってるな、ね、下げたなって気すると思いません？でもね、これね、じゃあ、0、0にするとね、これ結構エグいんですよ。ね。これも聞いていただいたらわかると思うんですけどね。この、やっぱギターってステレオから音が出てる。こう、右からも左からも両方から音が出てんで、普通の他のセンターによってる楽器、ドラムとかベースとか、より比べると2倍の音量が出てるみたいなね、2つの楽器が同時になってるわけなんで、まあ、そんなイメージですね。だからね、どうしてもサイドの音ってのはうるさく聞こえがちなので、ちょっとマイナス10くらいはあるかなっていうね。でね、これ、サビの方が、ギター今日サビの方がちょっと弱めにかけ、音量は弱めになってるんですけど、これ、オゾンイメージャーっていうのをかけてて、よりステレオ感広げるようにしてるので、まあ、マイナス12くらいでもちょうどいいのかなっていう感じですね。じゃあちょっとサビ聞いてみましょうか。だったっていつもこの場所ね、意外とこれくらいでちょうどいい気がしますね。はい。まあ、ここもね、最後にね、プラグイン、マスタリングでの、こう、エフェクトとかね、こう、マキシマイザーみたいなのをかけて音圧を上げていくと、結構、またバランスが崩れたりするので、その時はちょっと適時調整していきましょうみたいな感じですね。はい。で、あとじゃあ、ちょっとボーカルについてですね、もうちょっと詳しくやっていきたいんですけど、今ね、僕ね、ボーカルのとこ、ちょっと今日ってところ、サビのところで、2つトラックを複製してます。トラック複製して作ってるんですけど、これ何入れてるのって言ったら、ディクリックってやつを入れてるんですね。これ何って言ったら、先ほどね、ちょっと説明し損ねちゃったかなと思うんですけど、そのアイゾトープの、エレメンツスイートとか、なんか安く手に入る、こうエレメンツ版のバンドルの中に、RX っていうのが入ってるんですよね。これ RX7 っていうんだけど、多分現行品はもうちょっとバージョンが上がってるとは思うんですけど、それはノイズ処理、いわゆるね、こう、ノイズが聞こえないようにというか、ちょっと収録の時に発生してしまった嫌なノイズを消してくれるよっていうやつなんです。それが D クリック、D クリップ、D ハム、ボイス、D ノイズっていうのがあって、この4つがね、またついてくるんですよね。で、ボーカルでよく使うのは、まあ、ボイスディノイズか、と、まあ、
D クリック。あと、まあ、D クリップかなと思います。で、これ、一個一個説明していくと、D クリックってのは、なんて言うんだろう。ちょっと、チッチッチッみたいなね。なんか、カッカッカみたいな、こう、口の中で、なんか、破裂音みたいなのが鳴っちゃうときね、結構ね、ボーカルの収録してるとあると思うんですけど、なんか、クチャ音とかもそうですかね。そういうのをね、軽減してくれるというか、そこをちょっとピンポイントで狙って消してくれるっていうプラグインになってます。で、この D クリップっていうのは、まあ、クリップした音、まあ、つまりね、音割れした音をですね、ちょっと軽減してくれるよっていうやつになってます。まあ、そうですね、すごく便利なんですけど、正直そのめちゃめちゃもうベリベリに割れちゃってるやつをめちゃめちゃ綺麗にできるかっていうとそうじゃないので、まあ、ただやっぱ収録時にね、音割れがちょっと一瞬出ちゃったりとか若干出たりとかっていうのはあると思うので、そういう時ちょっとお助けできるみたいな感じですかね。まあ、なるべくここはもう音は音割れさせないに越したことはないですけどね。で、まあ、D ハムっていうのは、こう、ハムノイズっていうなんか、ビーみたいな、バーとか、ピーとか、チーとか、なんか、ハムノイズみたいな、こう、ずーっとなんか後ろで鳴ってるね、機械音みたいな、ああいうノイズが、を、ちょっと軽減してくれるよ、みたいな感じですね。これもちょっと収録する環境によっては、結構使えるかなと思います。僕ちょっとあんま使用頻度少ないかもな。環境によるんでしょうけどね。で、最後のこのボイスディノイズはね、録音環境、歌の録音環境とかが悪い人からしたらこれめちゃめちゃいいと思います。なんかすごい雑多なゴワゴワゴワみたいな、こう、すごい、なんだろ、扇風機の音とか、ね、なんかボーみたいな、ああいう音とかを結構軽減してくれるので、まぁ、ちょっと、なんだろ、普通に自分の部屋で撮ってるみたいな人とかね、まぁ、ちょっとなんか、なんだろう、iPhone のボイスメモで歌録音してるんだけど、みたいな。そういう感じの人とかだと、意外とこれかけるとね、しっかり聞こえる、ちゃんとした音源になるので、ね、結構使いますね。あとは僕よくね、友達と喋る動画とか、撮ったりするんで、そう、居酒屋とか入ってですね、こう喋ったりしてると、その居酒屋の、こう、周りの環境ノイズみたいなのを随分減らしてくれたりするんで、すごく便利ですね。まあ、ただ、歌の質感がどうしてもペラッとなってしまうのはちょっと否めないので、そのコンデンサーマイクで撮るときは、まあ、なるべくね、そもそも周りのノイズとかに配慮してあげるといいのかなっていう感じはするんですけど、まあ、だからそういう、ちょっと問題があるな、ちょっとゴワ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 してるな、みたいな、環境ノイズとかに結構対抗して、うん。まあ、なんか、まあ、なんとかこう、9大点ね、合格ラインまでは持ってってくれるみたいなね、意外と、こういうめちゃめちゃ使えるエフェクターですね。まあ、プラグインですね。で、僕はですね、この D クリックっていうのをちょっと最後歌のところに挿して、ちょっと、っていうとこが、わかりますかね？ぜーの部分でプチプチってちょっと言ってたのが、ちょっとなくなりましたよね。ね。ちょっと軽減されたなって感じしますよね。こういう感じです。でね、意外とやっぱミックスしていくとね、こういうなんか破裂音みたいなね、クチャ音みたいなのがね、気になってくるんですよね。なのでそういうのを、ピンポイントで僕はトラックを抜き出してかけるようにしてます。これなんでかっていうと、普通の歌、合格ラインというかなんかノイズがないよっていうところにもこれかけちゃうと、処理自体がすごく重くなってしまうのと、あとシンプルに、なんか、ちゃんとしてるとこなのに、そのプラグインがかかっちゃって、歌のニュアンスとかが消えたりとか、なんか逆に変なノイズになったり、逆になんか音割れみたいなノイズみたいな感じになっちゃったりするので、このノイズ処理、プラグインをかけるときは、そのピンポイントだけを複製して抜き出して使った方が僕は絶対いいなと思ってます。はい。なのでちょっとそれはね、使い方注意してみてください。で、さっきやってなかったと思うんですけど、これですね、ネクター3エレメンツ。はい。これをちょっとぜひ使うときが来たんで、やってみましょう。これサビとかですね、一番大きいの。で、どうするの、バイブスって、まあ、モダンでいいよ、インテンシティ、モダレートでいい、まあ、普通な感じでいいよ、って、ゴーって。じゃあ、あんたの歌聴かせてくださいよって言って、じゃあ、これかけます。だったって、そのこの場所で笑って笑っていられるよ。
気がした。何千回だって言ってやるさ。はい、結構変わるかなって感じですね。ちょっと今ね、多分リバーブがすごい耳についたんじゃないか、リバーブかかってるなーみたいな感じに聞こえたと思います。で、僕はリバーブっていうのは、その前にも説明したように、FX トラックってとこで、このルームワークス SE っていう、キューベースのね、付属のやつでかけているので、ちょっと今回はいらないので、これですね、このスペースってとこなので、これをね、0.0 にします。はい。その上でちょっと改めてもう一回聞いてみましょう。だったっていつもこの場所で笑っていられるような気がした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 。はい、どうですかね。ちょっとクリアになったというか、音が前に出るようになったんじゃないかなって印象ですね。でもこれ体感というか、今ね、オンオフって、そこだけでやると、そんな違いもしかしたらわかんないかもしれないんですけど、OK に混ぜると、かなりグイッと前に出てきてるな。前の状態だとちょっと埋もれがちだったのが、しっかり、主役としてね、主役感を出して、存在感アピールしてくれてるなっていう印象です。まあでですね、こう見てもらったらわかる通り、ほぼ全自動でもう処理をやってくれてるので、で、その処理をしてくれたものから、プラスしていくのか、マイナスしていくのかっていうくらいしかね、調整できないんですよ。まあ逆にこう、すごくシンプルでいいなと僕は感じますね。変にパラメーター細かくいじってなんかまた変な音になっちゃったとかっていうことがね、ないってことですね。もうある程度の合格点を出してくれるんで、で、あとはちょっといじってね、あんたいじってねくらいです。なのでちょっとこれもね、いじりながらやってみましょうか。だったっていつもこの場所で笑っていられるような気がした。何千回だって言ってやるさ。この場所でまた会おうね。だったってだったっていつもこの場所で笑っていられるような気がした。何千回だって言ってや。はい、どうすかね。ちょっとわかりづらかったかな。OKに混ぜてもう一回聞いてみましょうか。だったっていつもこの場所ちょっとね、ボーカルの音量ちっちゃくなっちゃったかな、さっきよりね。だからちょっと2くらいにしておきましょうか。で、まあ分かる部分は分かったかなと思うんですけど、まあクレアリティっていうのはですね、まあちょっと存在感とか音抜けって意味だと思うんだけど、どうなんだろうな、僕の収録環境のあれにもよるのかもしれないですけど、まあなんかそんなに大きな変化はないですね。で、このディエッサーっていうのはこう、ちょっとね、分かるかな、このマーク。S って書いてあるんですね。こう、右側が人の口の顔を見て、横顔みたいな感じで、ここ SS って書いてあるんですね。DS だってのはこう、ス、ス、ス、みたいな、こう、ス、みたいなのを軽減してくれるんですよね。この、ス、サシスセ、ソの音。なので、まあ、これを上げると、ちょっとサシスセ、ソの音がかなり弱くなるという感じです。で、ダイナミクスっていうのは、すごいなんか音量下がった感じしましたよね。これ上げた時ね。コンプレッサーをね、多分ね、かけたかかけないかってことなんで、で、あんまり強くかけすぎると、さっき見たけど音がなんか潰れて、なんか抑揚もクソもないみたいなね、こうなんか全然ちっちゃいとこが全く発音されなくなっちゃうしみたいな、うん、なのでこれはね、もう 1.0 でいいのかなって思います。で、トーンってのはこれすごい分かりやすかったですね。これをかけると音がシャリシャリになりますね。シャリシャリカリカリみたいな感じで、なんかラジオボイスみたいになりましたよね。
これ多分トーン上げると低音もすごい下がるんですよね。まあなので、よっぽどあえてそういう音を狙いたいなって人じゃない限りは、まあなんか僕はこうね、いつもこの処理が終わった後の 1.0 くらいでいいのかなっていう感じです。でもピッチっていうのは、音程をですね、ずれてたらちょっと音程直してくれるよっていう感じなんですけど、まあ僕はなんか今回は必要ないかなと思って、これは多分もともとこれはかかんないんですよね。最初はかかんなくて、気になる人は上げてみたいな感じなんで、まあ僕はやってないかなっていう感じですね。でまあスペースっていうのはさっきも言ったけどリバーブなので、まあリバーブ感強くしたければ結構上げちゃってもいいと思うし、ただこうリバーブの質感ですよね。リバーブってこういわゆる部屋鳴りじゃないですか。部屋なりね、こう響く音の響きみたいな、どういう部屋で音が鳴ってるかっていうところなんで、でその部屋自体をこれ調整はできないわけですよね。リバーブのかかり方、かかる強さを調整はできてもね、どの部屋でっていうのはこれ選択できないんで、これはちょっとジャンルが結構僕のやりたい音楽だとちょっと合わないかなっていう感じなので、これはちょっと使わないでおこうかなっていう感じです。はい、ネクターのね説明だったんですけど、いかがだったでしょうか。はい、じゃあそしたらですね、ミックス編ということでね、具体的にじゃあどうやってるのかっていうところをやっていきたいんですけども、まあでもね、言うてなんですけどね、ミックスのまず一番大事なとこっていうのが、まあボリューム調整、ただこうギターのとかね、こうベース、ドラム、歌のバランスを整える。それは何で整えるかっていうと、こういうフェーダーとか音量でまず整えるってことですね。そこがまずある程度できていれば、まあまあほぼほぼミックスはもう終わったようなもんなんじゃないかということなんですけど、なのでさっきね、ちょっとギターのボリュームちょっと調整して、でまあなんかある程度全部抜けて聞こえてきてるから、まあ意外といいバランスで聞こえてる気はするんですよね。はい。まあなんだけど、じゃあここで僕がミックスをするときに、何を大事にしてるかなっていうことなんですよね。ここはね、ミックスって本当になんか、クリエイティブな部分でもあるので、その人それぞれ正解が違う部分ではあるんですけど、じゃあお前どうしたいのっていうところを、まあ僕はこうするよって話でね、まあ参考意見として聞いてもらえたらなんですけど、僕の場合ですね、まずドラムがスネアとキックめっちゃ出てる。で、ベースも何を弾きたいのか、こうニュアンスとしてね、つけている部分がわかる。で、ギターも、キャビネットが箱なりしているようなこう箱感というかね、そう低音感みたいなのを結構大事にしている。で、歌はめっちゃ聞こえる。だから各パートにおいてはこういうのを大事にしてます。じゃあこれどういうことかって感じなんですけど、じゃあまず、SSD ですね、ちょっと開いてみて。まあ、クラッシュシンバルとかはね、正直そんなに聞こえなくてもいいのかな。クラッシュシンバル。うん。ハイハットはちょっと大事なんだけど、クラッシュライドとかなんかこうエッジで刻んで、ジャー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 ってなってる部分は結構静かでもいいよ。静かというかなんか抜けてこなくても、ちょっと埋もれてるくらいでも全然いいよっていう感じなんですけど、で、まあ、スネアとキックってのはやっぱり、なんだろうな、こう、かっこよく言うとグルーヴ感ですね。グルーヴ感みたいなね。こういうのにすごい関わってくるので、こう点と点で聞こえる部分ですね。特にドラムに関しては。で、あとタムとかもそうですよね。タムに関しても、まあハイタムとフロアタムに関しては結構しっかり音が抜けて聞こえるといいなっていう感じで、音作りをしてます。ということですね。まあなので、ここのね、キックのチューニングをちょっと上げ目にして、まあスネアはちょっと、あんま高いと逆にシンバルとかに埋もれてしまうので、ちょっと注意気を出すためにピッチを低くしてみたりとか。で、まあ、タムはね、タムも、そうですね、アタック感がすごい重要なので、ピッチを上げて、音抜けを良くするっていう感じでやってます。そういう風に考えてるんですよね。で、まあ、こう、ルーム、オーバーヘッド、ここら辺はね、ほんとちょっと下げてもいいくらいですね。あんまりうるさければ。そんな鳴ってなくてもね、僕のやってる音楽ジャンル的には、そんなに大丈夫。うん、シンバルの音って抜けがいいんですよね、基本的には。結構シャキ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 抜けてくる部分なので、まああまり、気にしないでね、音量はとにかく大きくなりすぎないように注意さえしてればいいのかなっていうくらいの感じで考えてます。はい。でベースですね。次ベース
まあこう単品で聞くとね、結構ガリガリとしちゃってるかなっていうふうに思うかもしれないんですけど、これくらいガリガリしてないと、なんていうのかな、いわゆるなんだろう、ミックスをする人とかの考え方、DTMer の考え方としては、まあベースっていうのはやっぱりこう今のガリガリカリカリっとしたピック弾きの部分なんていうのは、まあ多分指弾きしてね、こっち歪まし指弾きしててもそうなんですけどね、そういった部分ってね結構埋もれるんですよ。じゃあちょっとこれ全体で聞いてみてください。なんかわかりますかね、そのね、ベースをミュートにしてみたら、あ、なんかベースって あるとすごい大事だな、やっぱ音量の存在感って大事だなって気持ちになると思うんですけど、実際オケに混ぜた時ってローミッド的な、なんだろうな、中低域っていうかね、でまあちょっとあと低域の部分、そこら辺の部分が結構メインで聞こえてくるような感じなんですよね。もちろんこれ音作りにもよるんですけど、ただそのベースのカリカリっとした部分って実は埋もれがちになっちゃうんですよね。でここに対してどう考えるかっていうことなんですけど、いやそうなんだよ、すごい埋もれがちで低音のカリカリとした部分っていらないからさ、切っちゃえよっていう考えの人もいるわけですよ。まあ、特に多分ベースを演奏しないプレイヤーじゃない人がミックスをするならそう考えるのかなと思います。まあこれスラップとか主体だったらね、ちょっと話は別かなと思うんですけど、まあ普通に考えてこうベースの音っていうのはね、こう美味しい部分っていうのはこう中低域的な部分なんだから、まあそれ以外の部分っていうのは基本的にいらないよね。だからカットしちゃおうね。そうすると、なんか音と音がぶつからなくてスッキリするよっていう考え方もあるわけじゃないですか。僕もそうだと思うんですよ。もちろんそうだと思うんだけど、ただ自分が一ベース弾きとして考えたときに、いや、ピックのカリカリっとしたニュアンスとかが僕すごい出したくて弾いたのに、なんかミックスしたらめっちゃその部分削られてて、いやいや、本当は俺がやりたかった音こうじゃないんだけどな、表現したかった音こうじゃないんだけどなってなることもあると。僕はよくなるので、でやっぱクリエイティビティな部分として、そのハイのカリカリっとした音は残してもいいんじゃないかなって思ったりするんですよ。ね、これ難しいんですよね、考え方がね。まあ、なので、僕は、まあ、言って、こう、プリセットをね、かけただけなんですけど、まあ、このプリセットの部分で、こう、ピック弾きですよね。ベース、ピック、ね、ピックドエレクトリックベースっていうのを、まあ、やっただけなんで、まあ、今回はね、まあ、だから、本当はここもっといじってもいいわけですよね。うん、もうちょっと中低域ガーって上げてみたりとか、もうちょっとハイのカリカリとした部分出してみてもいいかなと思うし、これなんて何ヘルツ ?735。だから 800Hz あたりですよね。で、これが結構、そのベースのアタック感の部分の結構ガイガイ出てくるよっていうことなんで、だから僕は、ベースをこのプリセットを挿したまま、結構音量上げちゃいます、ここから。ここからね。まあ、ちょっとマスタリングのプラグインかけた時に、まだちょっと変わるかもわかんないんですけど、こう現段階でミックスの状態だと、もうちょっとかけていいかなって感じなんで。ちょっとね、分かりづらいかも分かんないんですけど、ちょっとピックのガリガリっとしたニュアンスも聞こえてきましたよね。だこういうのがたまに聞こえてくると、それだけでも十分なんかクリエイティビティなのかな、ベースのね、こう出したいとこ出せてるのかなっていう気がします。なので僕は結構ベースのハイとかは削らない派です。うん。変にノイズになっちゃってたりとかね、そういうことはあったりするんで、そういう場合削ったりはするんですけどね。はい。で、次、ギターに関してですね。ギターに関しては、さっき言われたベースと逆で、ローが強すぎると邪魔になると。ね。音が被る。ベースと音が被ると。だから、ギターのローは削るべきだよってよく言われるんですよ。うん、なるほどね。僕もそう思います。確かにその言ってる言い分は、すごいわかるんですけど。まあ、だからそうですね。ブルースエレクトリックとかで言うとね、こういう感じになってるんですけど、僕ね、ここをあえて1をなくす。オフにする。で、低域出しちゃいますね。はい。僕はなんですけどね。ここは本当人それぞれ好みなんですけど、
これなんでかっていうと、さっきも言った通りなんですけど、こうキャビネットの鳴り感がね、本当に欲しいんですよね。あのギターの音もやっぱり普段みんながこうアンプとかにつないで聞く音っていうのは、こうなんかもっと低域結構鳴ってるよね。うん、なんかゴーゴーみたいなね、こう箱鳴り感っていうんですかね。ブリッジミュートとかした時とかね、よくわかると思うんですけど、ズンズンズンみたいな、ズーム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 みたいななんかね、こう箱が鳴ってる感じ、響いてる感じっていうの、あれすごいねギターの美味しい部分だと思うんですよ。低域って、ギターにとって低域って実は結構美味しいと思ってるんですよ僕は。うん、なんかニュアンスというかリアル感みたいなのを演出するときにすごい重要だと思っていて、それがないと僕なんかダメなんじゃないかなと思って、結構低音は弾かない派です。ではちょっと今これプリセットのままでいくと、まあこれあのサイドの横のギターですね。はい、じゃあ次、これ低域なくしたバージョンですね。ね、なんかわかりますかね、なんかなんか違い出てるんじゃないかなと思います。やっぱりなんだろうな、ここがまた音圧って部分に関してはね出てくるんじゃないかなと思うので、うん、そんななんかあのベースに被ってる気もしないし、なんかバスドラムがすごい埋もれたな、キックが埋もれたって感じもしないと思うんで、うん、こういうのはこう必要に応じて残しておいてもいいのかなっていう感じですね。まあ僕はちょっと今回残していくってパターンでやっていきたいと思います。はい、でもセンターギターはね、これ主役だからね、全然上げれるならゴンゴン上げちゃっていいんじゃないかなと思います。まあ歌と同じくらいのね立ち位置なのでね、これもどうっすね。はい。まあ、こんな感じです。まあ、ただね、こうやってあの、まあ、僕は特にこう、全部の楽器をやるプレイヤーなので、余計、その、全部の楽器に対して非気をしてしまうというか、これね、ミックスでやる人あるあるなんですけど、あの、ギターのプレイヤーがミックスした場合、絶対ギターの音でかくなるんですよ。で、ベースプレイヤーがミックスをした場合、絶対ベースでかくなる。ドラムプレイヤーがドラムやったら絶対ドラムでかくなる。ボーカリストがやった場合、絶対ボーカルだけでかくなるとか、本当にね、あの、自分の楽器だけよく聞こえるもんで、やっぱその、なんか、いや、俺はこんなに頑張ってるから、ちょっとこれ活かしたいよなってなって、そこだけ大きくなる。本当あるあるなんですよね。この塩梅を見極めるのが本当に難しいです。僕は全部の、楽器やってるから全部出したくなっちゃうんですよね。うん、で、まあ、特にその時なんかよく弾いてる楽器とかをなんかでかくなるみたいなね、よくあるあるなんで、ここちょっと注意して、まあ、また後でねというかもわかんないんですけど、そのミックスしたらちょっと一回置きますね。一日くらい置いてもう一回聞いて、どうですかこのミックスってやり直すみたいなね。うん。何回かやって最適化していくみたいな。うん。あの、一日こうやっただけで、ミックス終わらせないようにはなるべくしますね。うん。必ず一回は置くようにしますね。はい。それちょっとなるべくフラットなジャッジをしようみたいなね、感じでやってます。はい。まあどうかな。こんな感じで。まあ、歌もじゃあサビから聞く。まあ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 、何を言ってるかは分かるようにって言うのだけ大事にしてれば、ボーカルはなんか埋もれることはないんじゃないかなと思いますね。はい。まあでもミックスの格言のね、一つとしてね、こう僕の好きなブロガー兼 DTMer みたいな、こう作曲家みたいな方がおっしゃってたんですけどね。やっぱボーカルが出すぎて困ることはないっていうね。うん、確かにそうだなと。一般的なジャッジで考えると、別に楽器体がある程度引っ込んでいるから、正直そんな関係ないんですよね。
ただボーカルが聞こえないっていうのはすごい違和感がある、うん、いうふうに思われるということなんで、でこれはあのミュージシャンの方はちょっと意識されるといいのかなって僕はすごい思いました。はい、ボーカルがでかすぎて困ることはないと。うん。ただボーカルがちっちゃいと困るということなんですよね。まあなのでやっぱ主役なので立ててあげましょうねって。やっぱ歌物ですからね。うん。それは大事にするといいのかなっていう感じです。はい。まあまあまあ、ある程度こんな感じでこうバランスは整えていくんですよね。そうですね。まあ、センターギターは僕1個でまとめちゃってる、ボリューム調整っていうのはちょっとある程度するんですよね。まあ、イントロのギターとかは、なるべく音ちっちゃい方がね、こうドカーンと全体になった時にはまりやすいのでね。あとイントロのギターに仕掛けをしといたんですけど、これ、気づかれましたかね。こうバイナルっていうね、まあ、ここで使うんですよ。レコーディオシミュレーターってやつですね。で、僕これは、1930から2000ってあって、これはね、こうそのレコードの年代を表してるって感じなんですよね。で、まあ簡単に言うと、古くすればするほどローが削れていくので、で、まあレコードっぽさを出したいんであれば、もうこれ1930一番古いやつに振り切っちゃっていいのかなっていう。で、あとはね、ちょっと結構、なんかチルい感じにどうしてもなっちゃうんで、チルい。なんかね、レコードのノイズとかもガンガン入ってきちゃうんで、ただ単純にこう、ちょっとレコードの音っぽくだけしたい場合は、この年代だけ選んで、あとは他は全部フラットっていうか音切って、ウェアってとこですね。ウェアってやつを上げると、遠くから遠鳴りしてるようにね、遠くで聞こえてなってるような感じになるんで、まあ、そこだけまあ、ちょっと上げて上げて調整してあげるといいのかなっていう感じですね。これを使うことでイントロのギターがちょっとなんていうのかな、チルくなります。ね、結構変わりますよね。うん。やっぱあるとないとで全然違うんで、これはやっぱこういうプラグインはね、かけれるときは、どんどんかけていっていいのかなって感じです。まあ、おすすめはやっぱりこう静かになるところでね、ちょっとかけてあげるとのかな。うん。それがいいのかなっていう感じですね。これ多分場所によってはボーカルとかに、全然使えると思うんで、ボーカルとかも、いいし。なんかドラムとかもいいっすよね。本当なんかポイントポイントで使える部分が多いと思うので、このバイナルってプラグインめっちゃおすすめです。はい。あるとないとだとなんかちょっと立体感が変わるみたいなね、そんなイメージですね。はい。そうだ、一個ね、じゃあ最後に話し忘れてた部分があったんで、オートメーションってやつをね、僕書いてたんでしたね。そう、オートメーション読み込みをするの忘れてました。で、オートメーション何かっていうと、これはボリュームの調整を自動でやってくれる部分、が、オートメーションっていうのを使うとあるよってことなんですね。まあ、このオートメーション実はいろいろ他にも使えるんですけど、まあ、ただ僕は結構基本的にボリューム調整だけで使うようにします。これはね、慣れてればやってもいいから、慣れなかったらやらなくてもいいかなくらいなんですけど、でも やっとくと結構便利なんでね、ぜひ使い方ちょっと覚えておいてほしいなと思います。はい。やり方としては、まずね、このトラックを選択した R って部分、オートメーション読み込みっていうのをね、オートメーション書き込みか。オートメーション読み込み、書き込み、読み込みでいいのかなっていうのを使います。はい。やり方としては、まずこの、もう一回ですね。ごめんなさい。もう一回。オートメーションのね、やり方としてはね、これトラック選択して、まあ、R ってやつですね。R ってのを押してもらって、で、そうすると、こうやってポチッ、こう、鉛筆マークが、こう黄色いラインがね、バーって色がつくと思います。ほら、わかりますね。これ色がつきましたよね。こう黄色なので、名前が黄色なので、こう黄色いラインがつきました。で、ここでポチッと押してもらうんですよ。ね。押してもらうと、ここに四角ができました。これがね、中継地点みたいな感じですね。で、今度はじゃあここにしましょう。ポチッと押して。で、押すと、このポチポチッと押した中継地点の真ん中に、こうなんかね、新しいダイヤモンドができてくるので、ここをね、ギュッと押さえます。で、ここを押さえて、こうギュー下げると、音量がこう下がっていきますね。で、この小節のこの部分だけこの音量になるよっていうのができるわけなんですよ。ね、これ便利ですね。いいですね。こういうやり方があるよってことなんですね。まあ、ちょっとコントロール Z で僕消しちゃいますけど。そうそうそう。これで、まあ、全体の音量とかをね、こう上げていくと、まあ、まあ、これでですね、その時々で、ボリュームをですね、ちょっと変えていったりとかね、
だから最初のイントロが終わった後のバストラドン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 ってここがね結構普通に聞いてるとうるさいんですよ。本当に大切な結構ね歌とギターに対してバストラが結構主張激しいなってなるじゃないですか。なのでここでオートメーションを書き込むことでここだけマイナス 4.5 にできるんですよね。本当に大切なものね、ちょっとスッキリしましたよね。やっぱマスタリングをしていくとどうしてもちっちゃい部分が音大きくなっちゃうんですよね。どうしてもなんかそんな音量いらないじゃんみたいなところで音量上がってしまうパートができてくるので、そういったのを僕はまあ下げるため、基本的にはね下げるために使うことが多いかなって印象です。はい。あとは、あれですね、ベースがね、アウトロのとこでちょっと動くんですよ。アウトロのとこちょっと動く。それをちょっと目立たしてあげたいなっていうので、ここでオートメーションかけてますね。なんかわずかな違いっちゃわずかな違いなんだけど、でもあるとないとね結構微妙に違ったりするんでね、こういうのを大事にしてますね。でまあギターはあれですね、今度ギターに関してはこう一番最後そのベースが上がるところであんま主張、バッキングギターはちょっとあんま主張しないでねっていうことで、そこのバッキングギターだけ音量下げたりしてます。これは例えばここので撮ったオーディオデータがアンプシミュレーターで僕今音変えてるじゃないですか、ね、アンプシミュレーターで音変えてるからあんまりここのオーディオデータ自体の変化ってあまりその実際の音量に関係なかったりするわけですよ。だからこのペケペケって音をね、これ元がペケペケペケってこういう音じゃないですか。このペケペケの音量をいくら大きくしても、その後それがアンプシミュレーターに入って、アンプシミュレーターの方でもう音量っていろいろ決めていってっていう感じなので、だからあんま音量データをこういじる、ここのね、直で音量データいじる意味がないというか、むしろこういうオートメーションでコントロールした方がいいよってなるんですけど、例えばこれが完全に掛け取りだった場合、掛け取りっていうのは、例えば僕がこう、マルチエフェクターを持ってるので、そのマルチエフェクターを、直で、アンプシミュレーター、マルチエフェクターでアンプシミュレーターかけて、それを直で取ってる場合っていうのは、アンプシミュレーターとか通してないですよね。その場合だったら、オートメーション使わないで、このまま音量をね、例えばなんですけど、ここで、バツンって音量を切ってここで音量グッと下げると、この歪んだ音そのものがガーって音量下がっていくので、それで結構有効だったりします。でこうやってトラックとこっちのトラックとこっちのトラックで音量差ができちゃったなみたいな場合だったら、ここで X ボタンを押してね、クロスフェード、なんでよエイジにしてね、クロスフェードって押すと、まあ、こうクロスフェードされるのね、クロスフェードされて、いい感じになるよって感じ。なので、掛け取りか、まあ、掛け取りじゃないかね。で、またこれオートメーション使うか使わないかね、結構変わってくると思うんですけど、まあ、今回はアンプシミュレーターなので、掛け取り、オートメーションが結構有効だよっていう感じです。はい。ちょっと説明がね、下手で申し訳ないんですけどね。こんな感じで、まあ、目立ちすぎる部分を音量下げてあげるっていう使い方。まあ、あとは、そうですね。目立たしたい部分を音量を一時的に上げるよっていう使い方とか。まあ、あと A メロとか B メロでも区別してもいいかもしれないですね。A メロをちょっと上げたい、下げたいね。とか。っていう時に、その A メロ部分だけ全体的にオートメーションで音量上げるとかね。そんな使い方をいろいろできるんじゃないかなと思います。これ使い方は結構工夫次第なので、いろいろ、ね、やってみると面白いんじゃないかなと思います。はい。皆さんの、ね、アイデア次第だと思いますね、これは。さあ、そんな感じでミックスがある程度整ってきた。まあちょっと最終的にちょっといろいろまたちょっとやんなきゃいけないんで、ちょっとまた実際整えていきましょうという感じですわ。でここからほんとなんか、黙々とやるタイムですね。黙々とミックスタイムですね。だそのマスタリングがかかって、やつですね。まあ、そのマスタリングをしたことで、どんな変化が起きたのか。そのさっきミックスダウンしただけの時は、ミックスしただけの時は結構音量的に大丈夫だったものが、どこがノイズが目立ってきたかなとか、そういったのとかもね、改めていろいろチェックして、で、違和感がなければ、
マスタリング OK みたいな、そんなイメージです。はい、ちょっとね、また改めてサクッと作業やっていきたいと思います。で、まあちょっと全体のバランスを、ボリュームバランスを取ってですね、わーって取りまして、うん、大体こんなもんでいいかなという感じになったら、最後このステレオアウトってとこですね。これが、まあ、全体のね、すべての音を統括してるチャンネルですね。僕はこのオーディオトラックっていうところから、それをそれぞれグループに分けて、グループトラックに、グループチャンネルに出力をして、で、さらにそのグループチャンネルすべての音の行き先どこなのかっていうと、このステレオアウトなわけですわ。ね。ステレオアウトっていうと、まあ、なんか、ちょっとなんかピンとこないかもしれないですけどね。まあ、マスタリングするところでもいいですね。これね。マスタリングするところ。ね、マスタリングするところ。はい。はい。これっていうところでもいいですね。はい。で、ここ、チャンネル設定の編集で上げると、まあね、LE 版、AI 版なんで、まあ4つ、4つなんですけど、じゃここに、またね、プラグインをかけていきます。そう、僕ね、これね、プリセット作ったんですよね。これだ、マスタリング5000っていうやつね、作って。で、ニュートロン3エレメンツとオゾン9エレメンツね、これだけ使ってます。はい。で、ニュートロン3エレメンツっていうのは、ここで、ミックスバスっていうのにね、まああれですね、例えばこうボーカルでまとめたもの、ギターでまとめたもの、ベースでまとめたもの、ドラムでまとめたものって、こういうのをね、まあなんか一般的にはステムみたいな言い方をするんですね。ステムデータみたいな言い方をするんですね。で、まあこれを全部まとめたものを、まあミックスダウン、まあこの状態で書き出してって言って書き出して渡したら、まあミックスダウンで、ミックスだけしたデータって感じですね。で、そのミックスしたデータの、まあ音圧とかの調整だったりね、音量調整だったり、まあなんか場合によってはこうステレオ感の調整だったり、そういうことをするのをマスタリングみたいな言い方をするんですけど、まあだからこれミックスダウンしたトラックにじゃあプラグインかけますよってことですね。で、僕はここのニュートロンのミックスバスで、まあ、ジェントル&クリアっていうのにしてるのかな。うん。なんかね、他はね、ちょっと、なんか、主張が強すぎる感じなんですよね。じゃあ、これ、例えば、ジェントル&クリアだけかけた状態で、じゃ全体のね、イントロから。ちょっと今軽くいじりながらやったんですけど、まあジェントル&クリアっていうのが一番ナチュラルにかかってる感じですね。ベーシックミックスバスっていうのは結構なんか強いですね、主張が。まあこう見るとわかるんだけど、 EQ とコンプレッサーがあって、まあコンプは普通にか、まあちょっと強めにかかってるかなくらいだけど、こうドンシャリなんですよね。結構ね、どこだ、 500Hz あたりガッと下げてるんで、もうザドンシャリっていう感じ。まあ、エッセンシャルミックスバスも悪くなかったっすね。なんかこれだけで単体で聞いてると、いやなんかどうしようかな、最初ねジェントル&クリアで行こうと思ったんで、こっちもいいかなっていう判断がね、なんかやっぱ起きますね、何回もやってると。ちょっともう一回イントロで聞いてみよう。あ、でも歌聞こうかな、サビから聞こう。もう一回、じゃあジェントル&クリアから始まって、途中でエッセンシャルに切り替えてやってみますね。何年経ったっていつもこの場所で笑っていられるような気がした、何千回だって言ってやるさ、この場所でまた会おうね、だったらグッバイ。はい、まあどうしようかな、悩んだけど、結構エッセンシャルミックスバスも良かったですね。このあのね、なんていうのかな、ちなみにコンプレストリバーブっていうのは、本当になんか、シュワシュワシュワって、なんか、まさにレコードっぽい音になるので、これは、まあ、ちょっと飛び道具的な使い方なんですけど、多分ね、ジェントル&クリアっていうのが一番、こう、なんていうの、かかり方、
低、弱みたいなね。で、エッセンシャルミックスバスがかかり方中みたいな感じで、ベーシックミックスバスってのがかかり方強みたいな感じですね。どうしようかな、分かりやすい変化を加えるんだったら、エッセンシャルミックスバスでもいいかもしれん。うん、いいかもしれん。ちょっと変えますわ。当初の予定とは違って変えていきます。いいですね。このね、どこら辺だろうな、ここら辺。まあ、46。ああ、なるほどね。46から、まあ、どこら辺、229から上がり出して、結構100以降からがっつり上がってる感じです。なるほど、なるほどね。まあ、そうそうそう。うん。結構、超低域みたいなところをね、しっかりちょっと上げてくれてるので、まあ、迫力につながるかなと思うんで、これはこれで OK です。はい。こういうね、その時々のね、気分とか気持ちとかね、聞いた時の環境でまた随分ね、判断も変わってくる。ここも面白いところですね。すごいね、やってて。じゃあ最後、オゾンナインエレメンツってところですね。で、僕、これなんで、わざわざニュートロンと、オゾンをね、二つ分けてるかっていうとね、まあ、ここにね、プラグインがあるんですけど、こう、ニュートロンは EQ とコンプレッサーが、ついてるんですよね。ミックスのね、やはり、プリセットには。で、オゾンにはね、そもそも EQ とイメージャーとマキシマイザーってね、こう音圧だけでマキシマイザーと、これしかついてないんですよ。だから、本当はね、コンプが欲しいんですよね。エレメンツだから、マキシマイザーと、まあ、この3つしかついてないって感じで、スタンダード版とかだったらね、もちろんコンプレッサーとかいっぱいあるんですけど、まあそれがないっていう状態で、でもやっぱ全体にこの音源にね、コンプレッサーはかけていきたいなと思った時には、やっぱりこういうニュートロンエレメンツとかがね、あるとすごい音圧を、上げてくるんで便利だなということで、ちょっとコンプ感僕結構好きなんでね、ちょっと出していこうっていう感じです。はい。で、ここなんですよね。じゃあ続き、最後。マスタリングをするときですね。で、今までね、結構プリセット散々いじってきたんですけど、このオゾンエレメンツに関しては、僕はいろいろ確かにプリセットがね、こう、オールパーポスマスタリングね、まあなんか、いろんな場面に対応したマスタリングができるよとか、ジャンル、スペック、スペシル、スペフィック、フェルブ、マスタリング。まあ、ジャンルごとにね、あるよとかね。まあ、インストゥルメンツ&バスイズって、まあ、なんかそれぞれの、なんていうのかな。まあ、ステムデータにかけれるやつみたいなね。うん。いうのも一応あるんですけど、今回に関しては、今回というか僕普段に関しては結構、これは自動マスタリング結構。かかり方好きなんですよね。なので、僕はこのまま、マスターアシスタントっていうのを使っていこうと思います。だからニュートロンは使わないけど、オゾンは、まあ、AI 使うようなイメージなんですよね、僕はね。はい。で、インテンシティ、はい。で、まあ、これストリーミング CD って、まあ、音圧上がった感じが聞きたかったら CD とかでもいいのかな。まあ、ストリーミング中心だったらストリーミングでもいいと思います。はい。まあ、一応ね、今回 CD にしておきます。まあ、言ってね、大して変わんないんですよ。かかり方が変わるわけじゃないんで。はい。じゃあ、NEXT で、これで押して、あんたの音源聞かせなさいよ。で、一番音量の大きいとこ聞かせましょうってことで、まあ、サビ聞かせます。はい、かかりました。まあ、どうすかね、そんな、EQ がちょっと調整して、もらってる感じですね。だちょっと、中低域上げていただいて、で、ちょっと2000とか1キロあたり、結構音が密集する部分はちょっときついんで、下げましたよってことと、あとはちょっとハイが、足りなかったから、ハイね、きらびやかな部分上げときましたよって感じだと思います。で、マキシマイザーっていうのはね、結構音量が僕の場合なんだろう、あんま下げてやってないので、結構ここいつもゼロになっちゃうんですよね。はい。ゼロになっちゃうんですね。で、ここをですね、僕はこの状態から、どうかな、マイナス2か3くらいまで、結構、ぐっと下げちゃうんですね。このスレッショルドってのを下げると、音圧が増すってことなんですよ。なので、さっきの、段階だと、もう音圧十分だから、足さないよっていうことなんですよね。これ、やってもらってるのが。なるほどと。まあ、なんだけど、ちょっと僕は足したいんだよってことでね、ちょっとすいませんとね、ちょっとやらせていただきますということで、じゃあちょっともう一回サビ流しながら、これをちょっと上げていきますね。
か気づかれた方もね、いるかもと思うんですけど、そのここをスレッシュルを下げていくとね、こうサイドのギターがすごい盛り上がってくるような感じに聞こえると思うんですよね。はい。オゾンのね、こう一番いいところはですね、まあ、リミッターって言って、こうさっき、あえて言わなかったんですけど、オゾンをかけてない時って、ニュートロンだけの状態で、こう、ガーってコンプレッサーかけて、ガーって音圧上げた時に、結構音割れしてたじゃないですか。うわー、これダメだーって思われた方結構いると思うんですけど、そう、リミッターっていうのをかけないとね、そこで音割れをしてしまうことがあるということなんですよね。まあ、これ厳密にはね、本当に、なんだろう、オーディオ的な話とか、なんだっていう話をしたら、ちょっと、まあ、本当に、音割れ何かしらの時点でしてる時点で良くないっていうのもあるんで、それはまあ、おっしゃる通り、重々承知ではあるんですけど、まあ、ここをすごい考え出すと、ちょっとね、キリがない部分もあるんで、まあ、でも、基本的にもっと音量全部下げちゃえばいいのかなっていうとね、まあ、そうでもいいんだけど、そうじゃなくてもいいんじゃないかなっていう。で、リミッターっていうのを通すと、その音割れがなくなるってことなんですよ。簡単に言うとね。まあ、なので、リミッターがかかってる状態で、で、こう、スレッシュルドガンガン上げて、音圧を上げていくと、音割れしないで音圧を上げられるからいいよっていうことなんですけどね。はい。じゃあ、そんな感じでですね。まあ、ちょっとミックスのね、やり直しというかね、こう、いろいろ、数値も直していて、ほんといろいろ直しましたね。なんか、思った以上に直す部分多くて。で、まず一つ目ですね。ニュートロン3エレメンツのミックスバスってとこなんですけど、このミックスバスはですね、エッセンシャルミックスバスだったのを、ジェントル&クリアに変えました。これですね、まあどうしてこうしたかっていうと、やっぱりベースをこう、ちょっと超低とかグイって上げちゃって、コンプもがっつりかかってる状態だと、やっぱ音が潰れるというか、埋もれるというかね、特にね、キックがすごい全然、言うことを聞かなかったんで、これね、すごいわかりやすいと思います。じゃあこれでやってみますね。はい、なんか、音圧ある感じには聞こえるんだけど、決してキックが綺麗かというとそうじゃないですよね。あんまキックが抜けてこないかな。あと、まあ、他のギターとかもちょっと分かりづらいなって感じがあるんですけど、これジェントル&クリアにしてみます。なんか、やっぱこっちの方が全体的に分かりやすいな。もうキックとかも点ですごい聞こえてくる感じ。さっきのエッセンシャルミックスバスだとベース、キックが面で聞こえてくるような感じだったので、場合によってはちょっと聞き取りづらいかなって感じだったんですけど、これだと比較的やっぱジェントル&クリアっていう名前だけあって、全部がクリアに聞こえるなっていう感じですね。なので、こうミックスの時は、やっぱちょっと薄いなって一瞬感じた、あんま迫力ないなって感じたとしても、こっちをやった方が音圧を上げた時にね、全体的に良くなるなっていう印象でした。なので、ここをまず大きく変えたのと、あとですね、スレッシュルドもですね、さっき 4.0 とか 3.0 回してたんですけど、ちょっとマイナス 1.5 結構下げましたね。音の潰れをちょっとなくすことで、まあちょっと全体的に分かりやすく聞こえやすくできたのかなっていう感じですね。これもちょっとその時々で調整していいと思うんですけど、今回はね、こんなもんにして。で、その代わり、ギターとかのちょっとオートメーションをまたね、ちょっと書き直して、まあギター全体、そうですね。ギター強の部分をね、変えたりとか、それに伴ってギター弱の部分、ちょっと音量を上げてます。はい、音量を上げて。で、まあ、サイドからわーってくる感じをちょっと強調してますっていうことと、そうですね。あとはそんなところかな。ボーカルもちょっと、サビで埋もれがちだったので、ちょっとボーカルね、音量を上げてますね。ちょっとまあ、この前、プラス 4.1 とか、3.0 と6とかどうなんだろうなと思うけど、まあ、バランスよく聞こえてるのかなっていう感じですね。これで、まあ、サビ。まあ、サビはね、今聞いた通りなんでね。そんな感じかな。そうですね。いじったのは基本的にここら辺大きくね、ちょっと変更したかなっていう感じです。はい。まあ、やっぱね、こう、難しいんですよね。やればやるほどね、直す部分が出てくるっていうね、これが非常にミックスやってて難しいとこ、マスタリングでもね、やってて難しいとこなんですけど、まあ、ただなんか個人的にはこのマスタリングプラグインかけて、その、なんだろ、感じとかをすぐ修正できる
ていうので、やっぱマスタリングプラグインかけながらこうねミックスをその同じプロジェクトでやっていくっていうのすごいいいのかなと思いますね。これがねちょっと PC のねパワーが足りない方っていうのはマスタリングのプラグインがっつりかけてこう音源流すと固まっちゃってまともに動かないっていうことがあるので、そういった場合はミックスの段階でね、だからこれつけてない状態で一回書き出して、その後別のプロジェクトを立ち上げてマスタリングだけのプラグインかけてってことをやる必要があるんですけど、ただそうするとやっぱりこういちいちわーなんかギターを大きくしたいなと思ったらまた新しくもう一回ねこの全体のねプロジェクトを立ち上げてとかそういったことをやんなきゃいけない、ちょっとめんどくさいんですよね。なので一括でね管理できた方が僕は楽かなと思って、これでね最後のこのステレオのアウトのところで、まあマスタリングもかけてるって感じですね。はい、じゃあちょっとこれで一回ねフルでちょっと聞いていただいてもいいですかね。じゃあ聞いてください。大体こんな感じかな。ちょっといろいろねまだ悔いは残るんですけどね悔いは残るな。ちょっともうちょっと直したいかな。この今ね、何が気になったかっていうと、まあ、最後センターギターになった時にちょっとここの押しが弱いって部分、ただベースももっと聞こえてほしい。そうベースがちょっと今僕の本来欲しかったニュアンスって意味だとちょっと足んないかな。下を支えすぎがちというかね、ここはちょっと個人的に悔いが残りますね。どうしようかな。なんかここすごい難しくて、まあハイとプレセンスちょっと上げてみる。ちょっとカリカリになりすぎてもなんだよな。どうかな。何年経ったっていつもこの場所で笑っていられるような気がした。悪くないかな。そのカリカリカリって部分はね、まあ、結構聞こえてくると思うので、めっちゃ悩むなまあただちょっと今回縛りがあるんでね、
5000円で買えるプラグインだけでやるっていう縛りでやるなら、まあまあこれくらいが上出来じゃないかなと思います。はい、もっとね、本当世の中山ほどプラグインあるんでね、まあなんか変な話、10万くらいこう予算かけてちょっといろいろプラグイン買い足していけば、全然もう自分の思った通りにお好きなだけね、こう活躍させることができると思うんで、ほんと5000円って縛りの中ではね、これ十分頑張ってくれた方じゃないかなと思います。はい、僕の出したいニュアンスとしては大体こんな感じですっていうイメージですね。まあ、このね、ミックスの感じが良しか悪しかっていうのはちょっと本当に人それぞれだと思うので、まあ、もし少しでもね、いいと思ってもらえたら、5000でこんな簡単できるんだっていうふうに思ってもらえたらいいかなと思ってます。はい。なんかちょっと今締めようとしちゃったんですけど、まあ、まだ締めなくてもいいです。はい。ここで、まあ、最後にね、ユーリンラウドネスミーター2って、これちょっとね、紹介するのがね、遅れちゃったんですけど、これ音圧を測る、プラグインって感じですね。で、これが、なんていうのかな。今、マイナス 5.6 くらいか。結構強い。きつめに出てるんですけどね。これね、これが平均。ここの青い部分が平均の、まあ、ラウドネスって言って、まあ、こうなんか音圧を測ってくれる、こう数値化したものなんですよね。マイナス 5.6 っていうと結構、そこら辺の EDM と同じか、うん、そんくらいですね。普通のロックの中でもかなり強めに出てるかなって感じですね。で、まあ、これを、やっぱ音圧を上げすぎちゃうと音が潰れて良くないよっていう言い方もされるんで、結構、なんていうのかな、普通のストリーミングサービス、Apple Music とか Spotify とか YouTube とかもそうですね。そういうのだと、これがマイナス 14.0 とかにまで下げられるっていうんですよ。だからまあ最初からこのマイナス 14.0 狙って作った方がいいんじゃないのってやっぱご意見もあったりして、それもそうかなと思うんですけど、まあただ僕はこう、なんだろう、聞いた時の感触で、なんか決めてるので、それが、なんか音圧って上がりすぎると音が潰れちゃって良くないよって、こう本来のね、こう楽器の良し、いい部分失っちゃうよっていうニュアンスでよく言われるんですけど、まあ、ただ全体で聞いた感じがね、自分的に好みであれば、まあそこも、その一つの表現としてね、考えた時に、まあ、許容範囲なのかなと、まあ人にそれぞれでいいんじゃないかなっていうふうに、まあ僕は考えたりします。ただこれもね、ほんと人それぞれなので、考え方が、誰が良い悪いとかっていう話じゃないと思うので、まあ僕はそこ、特にね、人を否定したりとかするつもりはないんですけど、なんかご意見あれば全然それはなんかコメントとかで書いていただければなと思います。っていうか強いな。音圧強いな。うん。僕たまに全然自分が聞きたいベースでやってんだけど、マイナス 3.5 とかいきますもんね。その時はさすがにもう音割れひどいんですけど、音がブワーグシャーってなったりするんだけど、まあ、今くらいのこう聞いた感じでマイナス 5.6 だったら、まあまあいい線いってるのかなって気もするんですけどね。これが本当人それぞれのところですね。ちなみに普通のロックだとマイナス 9.5 からマイナス7とからしいです。うん、そこを結構大幅に超えて音圧上がってるなって感じなんですけど、ただ大したことやってないんですけどね。大したことやってないんだけど、意外と音圧上がっちゃうなみたいな感じですね。まあだから結構この音圧強めに聞かしたとしても、その YouTube とかニコニコ動画とか Spotify とか Apple Music とかのこう音量は下げられちゃうよってとこなんですね。だから変な話、これを音量ガーって、ね、ここマスターの部分ガーって下げた、こうね、マイナス11くらいでこう下げたような、音量で実際は聞こえてるよって話なんですよね。まあなんだけど、別に僕としてはこの音圧感が結構好きだったりするんで、うん、なので音量が下がる前提だとしても、マイナス 5.6 くらい音圧上がっちゃってたとしても、これでいいのかなと思ったりはします。はい、っていうね、この音圧に関しては本当いろいろな考え方があって、いろんな派閥の人たちがいて、いろんなことを言うことがあるので、まあ自分なんだろうな、結果として自分の耳で判断するっていうのが僕は、まあまずはね、まずは大事なんじゃないかな。まあただ他の人の意見もいろいろ取り入れて、あ、そうなんだ、こういう考え方もあるんだ、へえ、そうか、じゃあ僕のはどうかなみたいなふうにやってみるのもね、もちろんいいと思います。それがなんか勉強になったりもするので、うん、まあ、ただ今回はね、本当に簡単にマスタリングができる、ミックスができるよっていうことで、まあ、こんな感じでやってるって感じですね。はい。その結果、音圧マシマシになってしまったっていうね。うん。別に音圧が高いのが正義ではないんですよね。ちょっとここの話はね、あんまり言うと長くなっちゃうんで、ちょっと今回はね、やめておきます。はい。はい。じゃあですね、ここまでで終わったら最後、書き出しですね。ね、この、いいバランスで整えたよ、いい感じだよっていうのを、書き出していくんですけど、この書き出すときですね、注意ですね、このですね、左上にあるね、こうやって今移動してるやつ、これロケーターみたいな言い方するんですけど、これを、ここのね、一番簡単に言うとこの一番左色、このグレーの一番左色がその音源の音のスタート地点になるわけですよ。
なので、これをバーって一番左にやってったら、曲が始まるまで2小節分時間が空いちゃうんですね。なので、もういいタイミングで時間が始まるようにしまいにはどれくらいかな。ちょっと一拍くらい。だいたいこんなもん。で、やるといいのかな。これもちろんスナップオンオフにすると、これスナップが小節になったので、こうやって小節ごとに綺麗になったりするんですけど、まあ、これ書き出すときはね、ちょっとスナップオフにして、ちょっと自由で書き出した方がいいのかなっていう感じですね。で、もちろんこれ、最後の方もね、音が終わって、まあでも、ちょっと一泊二泊くらい置いて、くらいの感じでやっておくといいのかな。これで、このグレーのロケーターでね、指定した範囲を書き出すよってことになるので、ここをね、注意してください。で、最後、ファイル。で、書き出し。で、オーディオミックスダウンですね。はい。これをやると、まあ、これちょっと名前つけて、ね。The Ties at Binds って曲の、まあ、5000円バージョンだよってこと。で、これパス、書き出す。どこに書き出すんですかっていうね、まあ、こう、ミュージックっていうね、まあ、どこに書き出しますよ。で、まあ、これパスっていうのがね、まあ、どのフォルダに書き出しますかってこれね、やっといてくださいっていうんで、まあ、ここら辺はそんなにいじんなくてよくて、で、ここですね、ウェイブファイル、いわゆる WAV ファイルみたいなね、やつですね。これが CD と同じ音質になるよっていう感じなので、まあ、高音質で出したい方はこれがいいかなと思います。それか、友達に音源を作って送ったりとか、LINE とかで送って、その場ですぐ聞けるみたいな、こうスマホで聞くよ。スマホで皆さんちょっと視聴してください。試し聞きしてくださいっていう時だったら、MP3 とかの方が、軽くてね、スマホでサクッと開けるので、そういった確認用であれば、MP3 で書き出してくださいとか、そんな感じの使い方を僕はしますかね。だから、まあ、WAV、WAV ファイルか、まあ、MPEG1 レイヤー3ファイル、まあ、MP3 ですね。どっちかで書き出すことが多いのかなと思います。で、これですね。モノラルダウンミックスってところにしちゃうと、音がモノラルで出力されちゃうので、ここもチェック入ってたらステレオに直します。で、サンプリングレートは、まあ、44.1 で、まあ、やってるんで 44.1 よって。で、まあ、今回16ビットでやっちゃったんでね。まあ、16ビットで。でもいいんですけど、これ24でもね、どっちでもいいです。うん。なんか32だとね、32ビットフロートだと場合によっては再生できない環境とかもあるんで、24で再生できない環境ないと思うんで、だいたい今44か、または48ですね。48。まあ、48000か。48000か、まあ16ビットか24ビット。これ、ほんとどっちでもいいと思います。そんな大きな差はないのでね。で、これで最後書き出しをして終わりますよって感じですね。そうかそうか。一回間違えて書き出しちゃったんだ。で、ファイルがすでに存在している場合は、まあ、ファイルがすでに存在してるって出るので、まあ、別のファイル書き出しとか、上書きとか書きます。はい、別のファイル名作成。別のファイル名作成ってやると、まあ、なんか、プラス 0.1、プラス1みたいな、こうなんかね、ファイルの名前に1とか2とか数字がついたりして、まあ、わかりやすいよとか、そんな感じですね。で、まあ、僕の場合は、PC が、まあまあ、いい感じのスペックなので結構書き出しも早いですね。うん。30秒くらいで書き出せるかなっていう感じですね。これまあ全然1分とか2分、3分くらい全然かかるんで普通は。まあそれで書き出しを待ってもらえれば。でまあ音源ファイルが完成しますよってことですね。はい。そんな感じで、お疲れ様でした。でね。これが、まあ、ミックスマスタリングを実際にやっていく手順ってことですね。もうレコーディングから、プラグインの立ち上げから、トラックの作成から、ね、ミックスダウン、マスタリング全部やってみたっていう、こう全工程になります。はい、ここまで見ていただいた皆さん、本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。本当にね、長い間視聴していただいて本当にありがとうございました。まあ僕もですね、正直収録はもう何日もこの日を分けてやってるんでね、まあ、なんか相当長い動画になりそうなんですけど、ちょっと編集がね、気が重いですね。いつ、動画出すのかちょっと心配なんですけども。まあでも今回ね、やったことで、その結構長かったと思うんですよね。長かったと思うし、なんか、多分僕の説明もちょっと端折りながらとか、ちょっと説明が分かりづらい部分とかもあったかもしれないので、どんどん何回も何回もです。
ですね、聞き直して見直してタイムスタンプね、分かりやすくどんどん作っておくのでね、何回でも聞いてもらって分かんないことは、そうですね、確認していただいて、でもそれでもどうしても分かんなかったらコメント欄とかでね、聞いてもらえれば全然答えますんで、全然聞いてくださいって感じです。まあ、ただこう僕の個人的な、まあ、今回ねやらせていただいた思いとしてはですね、こうミックスとかマスタリングって結構できるなと、こうやったことがない人もやってみたら、あ、なんだ意外と簡単じゃん、簡単にかっこよくなるじゃんっていう風に思ってもらえるとね、なんか DTM 界隈というかね、そこら辺にも結構皆さん参入しやすくなるのかなと、ここら辺まで全部まずはね一人でできるようになって僕はいいんじゃないかな、時代的にね、そう思います。でどうしてもなんか自分でやって良くなんないな、好きくなんないなと思ったら、そこでプロにもね任せるとかね、ミックスマスタリング依頼して頼んでみるとかでいいのかなと思います。本当にですね、本当誰でも初心者の方でもミックスができるよっていうところをちょっと僕は今回、出したかった、皆さんのハードルを下げたかったので、それが少しでも伝わってれば幸いかなと思ってます。はい、ちょっとね、もし僕が、編集していく中でね、説明はしょっちゃったなとか、なんか、あ、これやばい、言っとかなきゃダメだったな、みたいなとこがあったら、また自分でコメントで補足説明してね、書いたりとか、皆さんの質問にね、答えてね、補足説明、させていただいたりとかね、こう、コメント欄も合わせて、こうなんかみんなで一つの、なんか、教材みたくね、なるような動画になればいいかな、と個人的には思ってるので、まあ、どんどんいろいろ感想とかコメントとか書き込んでいただけると幸いです。はい、よろしくお願いいたします。まあそんな感じでですね、まあ僕他にもね、いろんな動画作ったりとかしてるんで、もしよければ他の動画を見てやってください。まあこんな長い動画多分滅多にないので、全部の動画こんな長くないんですけど、まあでも基本的にこのラジオ動画みたいな感じでね、こうバックグラウンド再生しながら聞けるような、ものになってるんじゃないかなと思うのでね、はい、また、ね、暇な時にでも聞いてやってくださると嬉しいかなと思います。なんかもともとね、今回こういった動画を作りたいなと思ってたんですけどね、なんかツイッターとかでなんかいろんな人とお話しさせていただいて、なんか需要がありそうだなっていうことだったので、ちょっとやらせていただきました。まあそういったね、機会を、逆にね、僕がこの動画を作るね、機会をくださった方とかがね、いらっしゃったので、本当にその方にもありがとうございましたとお伝えしたいです。そんな感じですね。また、じゃあ別の動画でお会いできたらなと思います。皆さん、DTM ライフですね。まあこう、ミュージシャン、バンドマンとしてね、こう、ちょっと、一人でもね、かっこいいミックスとか音源作れるぜっていう風にね、こう皆さんになって、ぜひ一緒に頑張っていきましょうみたいな、そんな動画が作れたらいいなと思ってました。じゃあ、ちょっと長くなるとあれなんでね。はい。じゃあ、こんな感じで、また、またね、何回も言いますけど、違う動画でまたお会いしましょう。では、またぜひ、さよなら、さよなら、なんか、疲れちゃった。頭が疲れちゃった。なんも言えん。うまい言葉出てこない。はい。じゃあ、さよなら。ういっす。いい、どうも。雑やな、すいません。